お三方にお願いをいたしました。最初は、上田勝弘先生、京都大学の先生ですが、大阪府市のエネルギー関係戦略会議の座長をされておられます。最近大阪市大阪府元気ですけれども、その戦略を担ってらっしゃる先生であります。2人目の講師は村上達也東海村の村長さんです。原発の立地自治体で廃止ということをおっしゃっておられる方で、あります。まあ、最近の、いろんな世論調査を見ていると、地元は原発を動かそうと、消費地はいらないんじゃないか、一体原発はもともとは消費地のためのものだったのですけれども、いつの間に立地の人たちのためになっちゃったのか、まあ、不思議な、まあ、逆転現象があります。そういう意味で、一体原発は誰のために必要だったのかという観点からも、お話がいただけるのではないかと思います。3人目の講師が、課題機構滋賀県知事であります。関西広域連合で、エネルギー問題環境問題の、まあ、担当の知事でもあります。今日はこのお三方に、お話をいただきます。時間がタイトですけれども、まあ現在の問題は、信頼が崩壊をした、壊れちゃった、行政の信頼もなくなっておりますし、政治の信頼もなくなっておりますし、専門家の信頼もなくなってきております。もちろんメディアの信頼もなくなってきているんですけれども、こういう信頼をなくした人たちが今一生懸命また同じことをやろうとしている、ここに、最大の問題が、まあ、あるということだと思います。ですから新しい政策は、新しい仕組みとか新しい人たちにやってもらわなきゃいけないということで、今日のテーマを新しい先は新しい川袋に、その最も重要なアクターといいますか、要素が地方自治体であるということで、お話を進めたいと思います。まず最初の講師です。上田勝弘先生にお願いをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ご紹介いただきました上田です。どうぞよろしくお願いします。地方自治体とエネルギー政策ということで、大阪府市のエネルギー戦略会議をの、まあ、座長というのを私やっている関係で、少しそのお話をしたいと思いますけれども、私自身が地方自治体とエネルギー政策という問題に関心を持ったのはかなり前です。かなり遡って言っていいと思います。私は、まあ、環境経済学というのを専門にしていましたので、どうやったら CO2 が削減できるかという問題があって、まあ、その時にですね、もちろんその一方ではその原子力で削減するというこういう議論も一方ではあったんですけれども、どうやって、まあ、地域から減らすかと、なぜ地域から減らすかというふうに思ったかというと、それはまあ、いろんな経験が実はありまして、これは一番最後に私のあれで言えば出てくるところなんですけれども、これは中国の農村に行った時の経験がありまして、エネルギー電工室というのが村にある、まあ、エネルギー神様、つまり課長の王さんという人がいらっしゃって、この人ものすごい温室効果ガスの削減に熱心に取り組んで、どうやってるのか、それはなぜそういう関心を持ったかというと、WWF という、まあ、有名な世界的な環境への事情がそこに支援をしているということだったので、なぜ支援をしているのかなというふうに思いました。はい、
で王さんはよほどなんか温暖化防止に熱心な人じゃないかとこういうふうに思ったんですが、お会いしてみると全く熱心ではありませんでした。温暖化防止には全く関心がなかったです。でもやってることは温暖化防止、それは何をしているかというと、まあ、そもそもその貧しい農村、どんなエネルギー源だと思います？なかなかあれなんですよね。やっぱりエネルギー源自体が非常にこう、まあ、もともと薪であったりね、練炭とか、だから調理すると真っ黒になるんですよ。健康にも悪いんだね。それ一大テーマなんですよ、その問題。どうやったらもっと健康にいい安全なエネルギー源に変えられるか、これが王さんの課題。温暖化防止じゃないです。安全で健康なエネルギー源に変えられる。それで王さんが見つけたものがあるんです。何だと？これは豚の糞尿なんです。豚の糞尿を集めましてですね、メタンガス出るわけね、発酵。メタンガスを回収して、それを温水にしたり調理にする。もう村の人にものすごい喜べる。でもその発酵装置はやっぱりお金がかかるわけです。そのお金を WWF が援助したんですね。だからその、王さんがやってることは生活改善。エネルギーは生活のために一番不可欠のものなんで、そのエネルギーがまあ体に悪かったりね、脳裏も悪いし、ということでしょ。それをなんとか改善したから、こういうところからやってるわけだけど、メタンガスというのはものすごい温暖化ケースの高い温室効果ガスですので、これは世界的に言えばすごい温室効果ガス削減施策です。はい。で、はたと私が思ったのは、そう言われたら日本の、今でこそこの福島原発以後、各自治体もそれなりに関心を持つようになりましたが、あまり自治体がエネルギー政策をやってるというのは聞いたことがなかったと思います。ゴミ減量は熱心ですね。思いませんか？ゴミ減量だからそれなりに進んだり、はい、CO2 もゴミですよ。ですから足元からゴミを削減するというふうに考えると、温暖化防止はエネルギーと直接結びついているので、本当はその一番自治体がエネルギーに取り組めるように、これはゴミはですね、地方自治体の固有の事務なんです。権限があって責任もある。ね。そうすると、まあ、それが要するに市民がエネルギーに取りかかる一番分かりやすい方法の一つです。はい。まあ、だからゴミの減量は進むけど、温室効果ガスの削減は進まないのはそういうことだったんじゃないかなというふうに思ったということもあります。この夏の、昨年の夏の東京都の節電は随分進みましたけど、18% ですね。なぜ進んだかの一つの理由は、東京都は日本の中でも最も気候変動政策を早くからやっていたところで、どうやってその管理するか、ね、その CO2 排出を。それで、これエネルギーですからね、結局は。はい。間接で見ると、とりわけ電気は大きいので。はい。まあ、だから、やっぱり、本当はそのエネルギー管理を足元から地域からやるという、まあ、こういう発想が必要で、本当はまあ最後に書いてあるのはエネルギー政策自体が自治体の権限になるということが本当は一番基礎にあると思います。国もやるんだけど自治体もやると、こういうふうになると、今もほら国策という言い方だけになってるわけです。ね、ここに大きなまあ問題点があると私はまあ思ってるというのが、まあ実は大阪府市を引き受けた一つの背景です、私にとっては。はい。まあこういうことを掲げて2月27日に設置されまして、もう現在までに8回までやりました。5月4日という日にも会議を開いたぐらいなので、まあ大変な頻度でやっております。エネルギー需給行動の転換にかかる研究とか提案をするということですし、府市のエネルギー戦略の取りまとめをするということで、まあ、これは戦略会議なので、これを受けて、この提案を受けて、府市統合本部が発信するんです。あるいは株主提案になりますと、それは株主としての大阪市ということになりますので、我々はまあ戦略を考えて提言していると、こういうふうにご理解いただいた。
まあ、メンバーこういう人たちなんですが、皆さんもよく知っている方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、あの原発の裁判をしている方とか、原発のコンサルタントをずっとしていた方とか、あるいはあの電力会社の経営分析についてやってた方とか、あるいはその今一番あの大きなトピックになっているようなディマンドレスポンスという、需要をどうやって削減していくような仕組みを作るかっていうメガワット発電の、まあ、日本の一番詳しい方とか、そういう、まあ、精鋭を集めて作りました。ちなみに、まあ、大島先生ご存知の方もいらっしゃると思いますが、私と大島先生は、まあ、京都なんです。他の人は全部東京の人なんです。大阪の人は残念ながら一人もいらっしゃらない。大阪府市あのエネルギー戦略会議なんです。はい、それでいくつかのことをやりましたけれども、まあ一つはやはりあの大井のことが大変気になりまして、国がいろいろ言う前に条件を出してしまおうと、原爆再稼働ということを考える場合には、まあ、最低限満たされていないといけない条件みたいなものがあるじゃないか。これはあのご存知のように最終的には、知事と市長があの官房長官と会ってという時には原発の安全性に関する8提案が、我々が作ったのはあの再稼働に関する8条件、まあ、それはあの、条件とかいうとこの権限がないのに条件を突きつけるということはならないじゃないかと、まあ、いくつかそういう背景があって、変わってるわけです。あの内容的には大きな変化はないというふうに理解をしています。1番目、国民が信頼できる規制機関としての独立性の高い規制庁を設立すること。当然ですね、これがないのに。で、まあ、あのこれがないのにないということはですね、新しいのはできていませんので、従来の体制が引き継がれてやられているということになっておりますけど、でも従来の体制が信頼できないということがはっきりしたのが一番の問題点だったので、ここが作られないのに動かすというふうにはならないんじゃないかというのが一番目です。はい、それから、まあ、それと合わせて新しい体制の下で安全基準を根本から作り直すこととか、それからまあ新体制の下で新たな安全基準に基づいた完全なストレステストを実施すること、これは、まあ、あの斑目委員長もおっしゃっているように一時評価だけでは不十分だと、こういうことですから、まあ、非常にはっきりしているんじゃないかと、こういうふうに思っている次第です。それから、まあ、やはりあの自治体の立場ですので、その単に安全性とか規制のあり方とかいうだけじゃなくて、住んでる人にどういう影響があるか、これを一番やっぱり重視したわけですね。そうすると、重大な原発事故、これが起こる可能性があることを前提にしないといけないというのは非常に重要なことです。これはあの実は関西電力さんにも来ていただいて、府市統合、あの戦略会議でヒアリングなんかをするのですが、あの説明はですね、必ずと言っているほどあの福島の事故以降こんな対策を取るようにしましたと。そうするとあのこういう津波には対応できます、こういう地震にも対応できます、こういうお話をするんですけれども、そうすると重大な原発事故が起こった時にの体制はどういうふうに取られてますかというと、いや起こさないようにします、こういうのをおっしゃるんですね。いや起こさないようにすることはとても大事なことで、ぜひやってもらわないといけないことなんですけれども、福島の我々がまあ受け一番の教訓の一つは、起こる可能性があるということです。で起こる可能性をゼロにはできないんです。これはこう非常に重要な点です。ですのでやっぱ起こった時にどうするかをはっきりさせておかないといけないというのは、我々が非常に重視したことの一つでありまして、そうすると当然防災の基本計画みたいなものが大事になりますけど、ここのあたりはまあ実際問題にもなってきたりもしますけれども、あの電力会社としても十分かと、こういう問題があります。ここのところはどうしてもね、起こさないようにしますということを強調されるんで、起こった時にと言われるとなかなか答えられないですね。ここは、ここのところとても重要な私は問題があるというふうに思っています。ご存知のように免震重要棟とかはあの今後作りますという計画ですからね、作ってから話をするんだったらまだあれですけど、それは作るという計画ですと、こういう話になりますのでね、どうしてもここのところはやっぱり不十分じゃないかと、こういうふうに思います。それからまあ重要な点はあの多分金沢知事もお話しされるかと思いますけれども、あのシミュレーションを滋賀県が独自にお
やりになられまして、その事故が起こった場合にどれぐらいの影響が見込まれるかというの、で実際で面白いなと思いましたけれども、シミュレーションは当然あの滋賀県だけでなくて京都府、大阪府かずっと影響が出てるんですけれども、あの滋賀県が公開すると滋賀のエリアだけの影響が公開されるということに、まあ、なるんですね。それはあの 他の府県のところの影響を勝手に出すわけにはいかないということだと思います。でわざわざまあ我々の方からあのぜひ教えてほしいということで参りまして、それはあのそういうふうに言えば教えていただけると、こういうことで、これがですねやっぱり私も驚きましたけれども、大阪のかなり市の南の方まで、影響が出るということになっています。ですのでですね、まあ、やっぱりあのこれはあの福島事故の一番の教訓の一つだと思いますが、地元という概念が変わったということですね。地元というのは立地している場所のことだけを言うんではなくて、被害、影響を受ける、まあ、唐さんの用語は被害地元ですけど、影響を受けるところも地元じゃないのかと。そうですね、これはとても大事な、あのもちろんその、地元というものの内容の問題があると思いますけども、まあ、影響を受けるわけだから当然ね、やはり関わらざるを得ないということなので、それでその例えばということで原発から10キロ程度の都道府県との協定を締結できる仕組みを構築することというのを提示したということであります、はい。6つ目、その使用済み核燃料の最終処理体制を確立し、その実現に取り組むこと、こういうのを入れてあります、まあなんかそのちょっといくつかのメディアのコメントもですね、それから官邸もそういうコメントだったかのような、あの要するに無理難題を言ったというような言い方を、そもそもその、非常に高いハードルを出すことによって、できないことを言うことによってと、でもねちょっと答えてほしいですね、今すぐそのできないかもしれないですけれども、こういうふうにしますとかね、そういうことは言ってくれてもいいんじゃないでしょうか。はい、つまり使用済み核燃料の最終処理体制問題があることはもう誰も分かっているという問題です。でそのすぐ確立できるか言われたらね、それはなかなか大変かもしれないと私どもも思いますが、しかし全く考えずにやるんかというのもひどいじゃないですかと、ね、ですからそのここは問題を提示しているわけですから、その最終処理体制を確立、その実現に取り組むことということについて何らかのレスポンスを、全く見通しがないというレスポンスなのか、あるいはこういうことをすることによって若干のその展望を見出そうとしているという話なのか、そういうことについて何か言ってほしいですね。僕らはあのコミュニケーションを求めているんです。ダメだというね、この条件が満たされないからダメだっていうことを言うのを最初からだから結論を決めてるんじゃなくて、その条件に対してどういうレスポンスが出てきて取り組みが出てくるのかと、これがやっぱりないといけませんよねというふうに思うので、でまあ7番目はあの現在政府の方でやるようになっておりますけど、電力需給について、まあ、徹底的に検証しその結果を開示することということがありまして、これはあのなかなかあの電力需給って当たり前のように思うかもしれませんが、なかなか難しくてですね、検証の政府の会議だけでももう何回も4回ぐらい開かれるというふうになっているものであります。でこれはあの、ご存じかもしれませんが、あの現時点で関西電力が出している電力需給計画はあのかなり不足するという計画でありますけれども、皆さんあの知っていると思いますけど、原発2基動かしても不足するんですよ、関電の計画は、はい。ですからちょっと私どもが申し上げているのは、あの安定供給、電力会社の安定供給責任というのはあのちょっと厳しいことを申し上げますが、まず、原発を多くするということによって、これは要するにリスクの大きい電源を増やすことによって、来たわけですね、やってきたわけですけども、まさにリスクが顕在化してその時に、本当に不足すると、これこそ経営の責任そのものですね。ですから現時点においてもですね、その、
電力需給計画というのがね、その不足するという計画はなんか停電する計画のように聞こえてしまうんだね。本来ならこうやって供給力に制約があるなら需要を減らすしかないんですよ、ね、ですから電力会社としてこういうふうに減らしますという、そういう計画を出して安定供給をこういう形で実現しますという計画を出さないといけない、はい、もちろんそのひょっとしたら原発を動かしたいと思いになっているかもしれないんで、その場合もこの2基を動かしてかつそれでも不足するという計画なんですけど、現状ではその場合にはどういうふうにされるのかという、そこの計画を出してそれがどの程度、まあ、信憑性に足るものかどうかということを検証する必要があると思うんですけれども、なんか不足するとだけ言ってるんですね今、はい、でも不足するときどうするかというのは賢明な経営者だったら当たり前ですけど、不足するんだったら需要をカットするか供給を増やすかしかないじゃないですか、経営計画、その経営計画を出してもらうといけないと私は思いますよ、はい、まあ、ということで大阪府市ではそういうことを今ちょっと新聞等にはなんかものすごいきつい言葉を言っているように書かれておりますけれども、まあ、今のような趣旨を申し上げてない、はい、経営計画をきちっと出さないといけない、受給の計画をね、結果で電力会社にして、はい、それから8番目、これもとても重要なことです、先ほどから申し上げているように安全対策をいろいろされたと言っておられまして、まあ、我々のメンバーもその大井の原発を視察するということも行いましたし、その一定 その安全対策をしてきていることも分かるわけですけれども、でもまあ安全対策としても十分ではないと思うんですが、しかし一番重要なことは、事故が起こるということを前提にしてもらわないか、起こらないという前提に立つのは安全神話ですから、起こった時にどうするかという問題があります。でその時に重要なのはその技術的なこともいろいろあるんですけれども、事故収束とか損害賠償に、まあ、大変なお金がかかるということが明らかです。でそうするとその原発事故で生じるリスクに対応できる仕組みは持っておられますかという問題があります。はい、でこれを持つことになるとですね、実はどういうことになるかというと、原発はもっと高くなるということ、今安いから動かしたいと言っておられるんですけれども、これはいろいろやってないことがたくさんあるということですね。もし事故の起こった時の事故収束や損害賠償のことを考えるということになると、それだけで、まあ、よく保険料の議論がありますけれども、まあ、そのこととも関係してですね、大変な費用になると、こういうふうに言わざるを得ないというふうに思います。はい、これ一つです。もう一つは実は株主提案というのをまとめたというのがございます。でこれはいくつかありまして、10項目ほど、これは実は細かくはホームページの方を見てもらったらというふうに思いますけれども、6月27日にあります株主総会が。でその時に、10項目ほど、それぞれ細かくですね、10項目のそれぞれについて、何条何項というのをこういうふうに変えるというのを全部提案しておりますので、はい、社外取締役も新しい人を入れるべきだということで言っております。これは先ほどの我々のメンバーの一人で村上さんという、元の Google 日本の社長だった人ですね、この人、これは節電に大変願わったはずに詳しい人だから、こういう人が本来入るべきだ、こういうこととか経営の透明性の確保の問題とか、再就職を受け入れて、これ要するに天下りの件です、そういうことの制限だとか、そういうことをいろいろ入れていくということですけれども、まあ、一番議論になったのは多分 7番目の脱原発と安全性の確保問題でありまして、第45条本会社は次の各号の要件を満たさない限り原子力発電は稼働しない、一つは論理的に万全の安全対策、二つは事故発生時における賠償責任負担能力を超えられる制度の創設っていうことですね。要するに会社が壊れてしまうんじゃうかと。それ大事な点はですね、大阪市の株主提案はもちろん大阪市民のための提案でもありますが、株主のためとしての提案である。ですから株主の利益と市民の利益の両方を追求するという立場です、はい、市民の利益と株主の利益を、だから市民の立場から言えば安全な方がいいというだけになるかもしれませんが、株主の立場から見ても
大事な要素がいくつかあると、こういう観点でやったりとかですね、それから3つ目は最終処分の問題がある。ですのでそういうことがあるので可及的速やかに全ての原発の廃止っていうようなことを謳ったので、これでまあ脱原発の提案だという、こういうことになったという面が あるというふうには思っています。あとは代替電源の確保とか事業形態の革新とか電力需要の抑制と新サービスの展開とかありまして、このうち黒い三角の方が大阪市と京都市との共同提案で、丸の三角の方は大阪市、京都市、神戸市の共同提案、大阪市だけの提案もありますです、はい、そういうふうに、まあ、株の比率としては大阪市が一番多くて 9.7% になりまして、京都市、神戸市が少しずつ持っているというようなことであります、はい、でこれが認められるには3分の2ぐらいの3分の2の、賛成がないといけませんので、まあ、簡単にはいかないというふうに理解をしております。かなり賛成が増えるだろうと思う項目もあるように思いますけれども、自治体によっても意見が分かれているというようなこともあって、必ずしも全部があれかもしれません。しかし、こういう提案がかなり大きな株主から出るということはとても大きな意味を持っていると。これは経営を考え直すということですね。これはやっぱり原発依存の経営をしたっていうこと自体が大変リスクの大きい経営になったということだと私はまあ理解しています。ですのでここでちょっとだけ難しい問題というか今後議論になるだろうと思うのは、かなり議論していけば長期的にはですね、原発脱原発依存、原発をなくしていくことが株主の利益であると思われる方もいるというふうにむしろ思ってますけれども、短期的にはですね、やはり原発の停止に伴って代替エネルギーを化石燃料を大量に買うので電気代は上がる話だとか、大変赤字になるんだよね、要するにこういう問題が出るので、動かしてもらった方が株主には利益はないかと、こういうふうに思う人も短期的にはかなりいらっしゃるんじゃないかと。ここってところが一番、重要な問題ですからけれども、そのためにも議論を喚起しなきゃいけないので、こういう問題提起をしたと、こういうふうにご理解いただいたらいいと思います。どの程度賛成票があるかっていうことについて、誰がどの程度の見通しを持ってるかっていうのはちょっと大阪市が実際これ提案しておりますけど、私もわからないところがありますけれども、はい、いうようなことです。そういうことが大きな内容ですけれども、私は最初にも申し上げましたけれども、エネルギーの施設、原発も一つですが、それと地域の関係というのは、私は従来は国策としてのエネルギー政策がありまして、それが生み出した地域問題として原発と地域という問題があったと、こういう理解をしています。ですから市として原発をはじめとするエネルギー施設の立地を受け入れるかどうかということが大きな議論になってきたのが地域問題としての問題だ。なので電源散布を作り、電源開発の促進税や交付金を作り、受け入れてもらおうと国策としてやった、こういう関係があったということですね。でも大島さんの研究もありますけれども、原発の発電コストをよく考えて交付金とか地域振興の費用とかを入れてみると、原発は実はそんなに安いものではなかったのではないかということですし、ずっと続けられる、発電システムだと言われると、非常に何ですか、費用という点でも不確実な面がありまして、一言で言うと技術的にも制御可能性があるかないか非常に不安定だし、社会的経済的にも制御可能性が非常に危うい、そういうものだというふうに言っていいと思います。ちょっとそのエネルギーと地域の関係を転換する必要があるんじゃないかと、こういうふうに思っていまして、私はたまたま再生可能エネルギーの買取の、委員長も算定委員会の委員長もやらせていただきましたけれども、やっぱりその再生可能エネルギーが持っている地域資源としての要素は大変大きなものがあって、特に農産漁村経済を地域エネルギーを核にしてですね、再生を図ると、こういう発想がやっぱりいるんじゃないかということで、
エネルギー施設と地域の関係がですね、原発の場合とこの再生可能エネルギーの場合大きく違うということが私はまあ大変重要な点ではないかと。つまりこれはコスト検証した時もよく分かったんですけども、火力発電も原発もですね、どこに作ってもコストは一緒なんです。でも地域資源としての再生可能エネルギーはどこに作るかが全然意味が違うわけ。そういう性格のものなので、地域資源としてうまく育てることができればですね、大変大きな意味を持つというふうに思います。まあ、そういう意味でですね、地域からのエネルギー管理というような発想がいろんな意味で必要だということです。まあ、私が考え出したきっかけは先ほど申し上げたような、最初に申し上げたようなことでありますけれども、日本の環境政策をご存じのようにローカルイニシアティブといってローカルから始まった。大抵の国はですね、国が役所を作ってそれがだんだん降りていくという形なんですが、日本の場合は水俣病の公式確認1956年でございますので、環境庁なんか全くない頃にあったわけで、そういうことから言うと、このエネルギーの問題を改めてですね、ローカルイニシアチブでエネルギー管理を進めていくという発想がやっぱり私は必要だと。それが日本全体の経済にもつながるし、地域経済再生ということにもつながると、こういうふうに考えている人です。はい、時間ですので、大体私の話これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。関西電力の、株主総会は6月27日ですよね。はい、なんか梅田芸術劇場とかありますけど、まあ、芸術的な審議がなされる。広い会場だから。はい。それでは皆さんに質問が終わりかと思いますが、質問のある人手を挙げていただけますでしょうか。はい、じゃあ、近藤さんの方からいきましょう。一番前です。じゃあお願いします。すみません、最初質問させていただきます。衆議院議員の近藤修一でございます。上田先生、今日もありがとうございます。先般報道で、見たんですけども、関西電力だったと思いますが、今年の夏の 電力の供給が厳しいと言いながらですね、いわゆる PPS との競争入札の中でですね、民間企業にですね、入札に応じて、そういうところと競争して、去年よりもにも増してですね、関電がそうしたところに、いわゆる 電力の供給契約を結んだというような記事を読んだんですが、そのことはそうだったのかなということと、そのことについてどう思われるかなということで。供給力確保のためにってことですか。いや、違う、関電が供給をするという。今まで去年は PPS で、ある事業者が買っていたのに、今年は関電の競争にさらされて、関電の方が安く供給をするということで、というようなことであったと思うんですが。はい、ちょっと私その記事か報道かを確認しておりませんので、あれですけど、もしおっしゃる通りだとすると、なんていうんですかね、経営として合理的じゃないというか、賢明じゃないというかいうところがあると思うんですね。なぜかというと、供給力が非常に制約があるという中で、もし2010年レベルの夏の暑さになると、すごく需要が多くてギャップがあると言ってるわけですよね。でそうすると、何を考えなきゃいけないかというと、どうやって需要を削減できるか、かつ供給力を増やせるかということを本来は考えないといけないということなので、そういうことをしている暇がないというのが本来の趣旨じゃないかというふうに思うんですが、別の報道でもオール電化を推進していると、依然として、ちょっと本当なら非常に変な感じがするんですけどね。ですので、ちょっと今日も実は議論になったんですが、私の意見は先ほど大阪府市のところでも申し上げましたが、経営として当然その需給ギャップがある場合に、需給ギャップを薄めるための経営計画を持ってるはずなんですね。あるいは持たないとおかしいわけです。当然ですよね。自分が供給できるこう能力に制約があって、需要の方が大きくなるかもしれない。でも
独占、地域独占だから安定供給責任もありますね。そうするとどうやって供給責任を果たすかということについて計画を立てないといけないので、そうするとまあ、例えば先ほど言ったメガワット発電の仕組みを入れるとか、そういうことをどんどんやりましょうということを考えるはずなんで、ですからその計画を本当は出してもらって、その計画がどの程度確からしいか、あるいはもうちょっとこういうのを入れたらもっとちゃんとできるというようなことを本来私はまあやるべきだというふうに思います。そういう意味で今おっしゃったものも含めて全部ですね、その列挙していただくということで、そうすると抜けてるものは何でというのを全部検証できるというのが本来じゃないかなと、ちょっと私はまあそういうふうに、まあ、関西 の、 大阪府市はそれをよりまあ徹底しようという、そういう趣旨でやっています。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。次、服部先生お願いします。マイクお願いします。社民党の衆議院議員の服部良一です。4月の末ぐらいまでに、まあ、関電の副社長がですね、市風の方に電力の需給についてのかなり突っ込んだ回答をする矢のちょっと新聞の報道を見たことあるんですけれども、今日ちょっと需給の中身についてはあまり先生の方から触れられませんでしたが、まあ、飯田さんなんかは、まあ、去年並みに揚水発電所をですね、活用すればいけるんじゃないかという報告もちょっと先日出されておりました。まあ、ポイントはですね、まあ、揚水発電所の運用をどうするか、それから、まあ、IPP とか PPS のですね、契約どうするか、あるいは他電力からの融通をどの程度見込むか、あるいは大規模電力需要管との、まあ、需給契約の見直しだとか、節電省電とかですね、まあ、今後組み入れることが可能な余力をどの程度見るかというようなところが、まあ、大きなポイントになってくると思うんですけれども、市と府とのその協議会の中でですね、その辺のちょっと議論の中身について、もう少しちょっと詳しいことをお聞きできればありがたいかなと思います。はい、実はそのおっしゃるとおりですね、私どもはかなり早い段階で原発が動くにしろ動かないにしろ、不足するというふうに関西電力は言っておられるわけだから、不足するときにどうされるかという需給計画を出してほしい、それが一応4月末という、そういうことですね。だから原発が動かないときでもその何らかの形で供給責任を果たす計画を出すのが電力会社の責任じゃないかと、こういう立場でした。一応合意したつもりだったんです。我々5月8日に出てこなかったものですから、はい、それで再度ということになりまして、今度5月15日だったかな、5月15日の時にはぜひということを、まあ、言っています。はい、それでそのことはですね、国家戦略室 と、経済産業省 の、 電力需給の検討委員会ですね、これが一緒にやってる電力需給検証委員会でも、まあ、議論になっておりまして、まあ、私もそういうことを要望もしてしました。繰り返しますけれども、要するに、この夏、電力が足りないということで、そう足りないというのを出す電力需給計画ってちょっと変な計画だと実は思うわけですね。本来はその、供給力に対して需要が多いというなら需要を抑制するかとか供給力を増やすつもりだという計画を本来は出さないといけないんじゃない、まあこういうふうに思うわけですけど、やや細かいことに立ち入るとですね、まずエネルギー電力の需要のこの夏をどういうふうに想定するかっていう問題があります。これはまさに検証の対象ですけれども、一応現在はですね、2010年の一番、まあこれまででも暑い夏というのを想定すると、そういう想定です。ですから飯田さんの想定はですね、昨年並みみたいな想定なんで、その2010年よりはかなり少ない想定になります。でやはりその安全側に見ざるを得ないということがありまして、そういうことで一番暑い夏を想定する、2010年の夏を想定してますので、それだけでまあ需要量がかなり増えると、こういうことになっています。もちろんですね、これは
だんだん時期が近づいてくるとですね、より確かな、だって気温でだいぶ変わるわけですね。いくつかのファクターで変わるわけですから、それが近づくとはっきりしてくるので、今は一番多いのを想定するためにこういう想定ですね。それから供給力の方と需要の方ですけれども、揚水発電というのは期待が大きいわけですが、それは設備容量的にはかなりありまして、昨年並み使えればですね、今関電が計画で出しているよりも相当数百、200近くの万キロワットを増やせると、こういうことなんですが、実はその一番暑い夏を想定するとですね、用水を汲み上げるのに、かける時間をかけられるだけの、その時間を確保することが難しいという問題があるんですね。これ言い換えると節電を全体としてもうちょっと節電が進めば用水のポンプで汲み上げる量を増やせるということになるので、揚水発電の、発電量を増やすことができるという関係なんです。これは一応現在の検証はそういうところになってましてですね、これはデータも出てると思うんですが、節電はですから需要を減らすだけじゃなくて供給を増やすんです。そこもものすごく重要な点で、供給できるに使える電気を増やせるということになるので、そことても重要な点ですね。あともちろんおっしゃったように融通の問題が重要な問題ですけど、これはすごく重要な考え方の問題としても重要だと思いますが、関西電力一社で需給、つまり電力会社ごとで需給を考える必要は本来もうないんです。それは電力会社がそこの管内をね、地域独占でやってるからということで想定してるわけですけど、本当は例えば西日本を一社と考えたらどうですか、ね、そしたら当然ピーク時も変わってくるとかいろんなことがあるので、多分需要量も少し減ると想定でもね、計算上も減ってくるということがありますし、言い換えるとその他の中国電力とか中部電力で節電することは応援できる量を増やすことになるので、これもとても意味を持つことになります。ですからやはり西日本一帯で取り組むというような発想は必要になってくるということはあるんじゃないかなというふうに思います。それからやっぱり一番期待が大きいのはですね、大阪の府市エネルギー戦略会議で、その先ほどちょっと名前の出た村上さんという、Google 日本の元の社長だった方で、今はネガワット発電を非常にアメリカの事例も含めて非常に詳しく検討されている方から言えば、その仕組みを入れると、でそれはもうすでにですね、経済産業省資源エネルギー庁はかなり補助金を出して、そういうやり方もどんどん普及すべきだと一応も言っているので、それにも、いくつかの大きな会社とか、あるいはそういうのを専門にやっているような、アグリゲーターとか言ったりするんですけども、そういう会社がかなり出てきてまして、でそういうところに、これは東京電力は東京電力とそれとが一緒になって取り組むことで大幅な節電が可能になったんで、そういうメガワット発電を可能にする仕組みを入れるということで、村上さんの計算だと十分全く原発を動かさないで余裕が出ると、そういう試算が出てる、ですからそういうのをもとにもうちょっと冷たいなというふうには思ってる、こういうことです。これはデータも全て出てますので見ていただいたらというふうに、国の方と大阪の方と両方見ていただくとすごくよく関係も分かるというふうに思います。はい、ありがとうございました。まだ時間がありますし、阿部さんでいいですか。ちょっと手を挙げていただけますか。一応心づもりをしておきたい。1人2人そちらの方がいらっしゃいませんか。3人ぐらいですね。じゃあ阿部さんの次こっち行きますからね。はい、じゃあ阿部さんお願いします。この地域からのエネルギー管理ということでお伺いいたしますが、東京都は去年の、18% の節電というか削減をして、かなり先進的に取り組まれたと思うんですね。で、
上田先生のやってらっしゃる大阪府市エネルギー戦略会議の固い観念に対してというよりは、その大阪府市あるいは大阪どっちのみの市とか府として、その節電計画をどう立てるかとか、他にPPS 業者をどう育てるかとか、そういう逆に地域からこう 逆転させてやっていく取り組みというのはどうなっているのか教えてください。申し訳ありません。それは大変弱くてですね、現時点で。はい。もうかなりネジ巻いてるわけですけれども、これはなかなか大変だったのは、この再稼働の条件をつけて、大阪市の人たちはこのカムルステーションを作らないといけなかったので、なかなか そこまで手が回ってなかったというのは事実ですね。これはでも元々の狙いはですね、ここにありますように、府市のエネルギー戦略をまとめるということが元々狙いでありますので、これは前回の会合からはかなり本格的に節電も含めて戦略を立てるということで具体化しよう。最初あたりはおっしゃったとおりなんですけど、東京都が標準です。はい、現在の到達点は東京都ですね。東京都は、先ほどおっしゃったように 18% 削減であると同時にですね、東京電力と関西電力がですね、もともとのエネルギー電力の需要構造が似てるんです。業務用がほぼ4割というふうになっているので、その東京都の節電が一番この具体的に進んだのはですね、照明と空調ですね。これがもう決定的に進んだわけで、これがよく言われるようにですね、製造業でほらシフトして大変だったとか、そういう大変なことの節電の部分よりはですね、今申し上げたような極端に言うとですよ、その節電によって儲かったという節電の方が明らかにウェイトが大きいわけです、はい、経費節減になってという方が大きいわけです。ですから節電はですね、節電一般が非常に厳しいとかね、あるいは節電一般がうまくいくとか、そういうふうにせずに、どういう節電をどういうふうにやるのかということを具体的にするというのが一番の課題。それをすれば非常にうまくやれる可能性をものすごく持っているのが今の節電だと思います。はい、照明なんていうのはもう典型的で、なんであんな実規格になったのか私は一つも分かりませんでしたけど、756数なんですね。でも世界標準は500ぐらいですよ。明るすぎるわ。これ実際に調べたらですね、ヨーロッパの人1人当たりに比べて日本の人1人当たり の照明に使う電力ですよ、これは4割ぐらい多い。あとはそう言われたらヨーロッパに比べなかったという気もしなくてはないんやけど、はい、だからやっぱりそのヨーロッパの見せるだけで4割落ちちゃうんですよ。ですから、それは全然その生活に支障が出るとかいう話じゃない。だから非常に丁寧にやっていけばですね、大いにやれるあれだというふうに私は思っています。特に業務は非常に注目すべき領域の一つですね。もちろん製造業家庭というのもやっていかないといけないです。はい、ありがとうございます。次、そちらの、後ろの方からそれが次にお願いします。はい、マイクいきます。グリーンピースジャパンの高杉と申します。本日は貴重なお話ありがとうございました。株主提案について2点ほど質問させてください。まず定款変更がポイントになってくると思うんですけども、これは株主の賛成3分の2が必要ということで、非常に高いハードルがあるのではないかと。まずこの手法を選んだ理由はなぜなんでしょうか。で、2つ目なんですけども、この3分の2の支持を獲得するために具体的な戦略はあるでしょうか。例えば他の民間大株主へのアプローチなど考えがあればお聞かせください。よろしくお願いします。はい、前者の方がとても大事なご意見ですけれども、他にいい方法ありますか。他にいい方法があったら教えてほしかった。僕らはもう定款変更でやるしかないかなと思って、株主としてのというのは、大阪市は株主だからね、株主として行使、株主の権限を行使すると言ったらやっぱりこれだなということなんだけど、他にいい方法があれば何でもやりたいと思ってるわけです。はい、そこはそういうことです。はい、それから後者の方はですね、なんとかファイト頑張って
数3分の2を取るための努力っていうのがあるんですけれども、これはですね、ここからは私が言えることではなくて大阪市が判断してその株主としてそういうことをするかどうか、こういう問題は私は推測です、はい、私が決定できることだから私は推測するしかない。一定のことはされると思います。はい、一定のことというのはやっぱり、まあ、大きな、ね、たくさん持っておられるとこういうところに対してもちろんそのこういう提案をする趣旨ね、なぜこういうことをしたのかということを説明するとか で、まあ、できたら指示してほしいということですよね。そういうことはしているんじゃないかな私は思います。だからまあ期待されることの一つは割と個人の株主も結構いらっしゃって、そういう人たちはひょっとしたらまあこういう提案をね、面白いというか面白いというか大事な提案だと思ってくださる可能性もあるということです。ただ私の推測するところでは3分の2が確保できるとは思ってないように思います。大多数の提案についてね、です。でも説得的な提案もかなりあるのでね、そこについてはひょっとしたらかなりの票が集まるということも期待してないわけではありません。だっておかしい提案は納得できません、ね、納得できるじゃないですか、ということが一番大事な点です、はい、でそういうことで経営の時にはこういうことは当然考えられるんじゃないかとこういうふうに思ってるからということですね、はい、残念ながら取締役の報酬の開示もまとめてしかやってくれないんですね、これ、はい、でもその大阪の府市のエネルギー戦略会議でこれは議論したんですけれども、日本で電気を使わずに生きていくことはできませんね。で、私はまあ京都ですが、京都で関西電力以外っていうのはちょっとないですよ。ちょっと税金取るのじゃないですか。違いますよ。どうですね、実質上。だったらどこに使われるかが全部分かっておかしくない。しかもこの報酬は桁外れですよ。厳しく言う人はそんな難しい経営されてるんですか大変厳しいコメントをされますね、はい、いや、やっぱりその非常に素朴な一般のこう株主や市民が思うであろうことをこの提案の中に入れたつもりですという意味で、はい、ありがとうございました、それじゃあその次の方お願いします。私は千葉に住んでおります、ごく一般の庶民でございますが、まあ、昨年来のですね、その電気の問題もありますし、原子力発電の問題があるんで、まあ、私たちのささやかなグループの中でもいろんなディスカッションをやっておりますけど、実は先日ちょっと体が悪かったんで千葉のある大きな病院に行きまして、そこのロビーに貼ってある貼り紙を見まして驚いたことは、全く医療関係に影響なく私たちの病院は、昨年 11% の電気を節電できましたというのを張り紙を見たんです。私これ驚きまして、私は確かに海外と比べると日本は、まあ、先生おっしゃったように余計な電気で明るすぎるというのを常に思ってますし、現代の地下鉄の駅で十分だと思ってますが、まあ、そういうことを思いながらこちらにおりまして、昨日実はNHK もあったんですよ、他の民放もそうなんですけども、まあ、大体やはりこのメディアもいろんなことでですね、まあ、全部が全部報道されることが多いんですが、実は昨日ですね、珍しくこういう話がありました。節電もやっていくけども、大きな生産工場、あるいは大きな大手のですね、事業所、あるいはビル、そういったところは自家発電を当然持ってますが、その自家発電が今まではバックアップとして足りないとき、あるいは輪番の停電のときというバックアップでやってきたんだけども、もう今はむしろ 100% 倍減ったらもっとそれ以上やって倍減してもいいよというようなことでだんだん設備をですね、
増やしているというのは、実は関東の日のテレビ放送があったんです。で、私たちの目に見るには、その今、東京電力から来ている電力は今 5% ですと、あ、今はもう 0% ですと、全部自前やってますということで、フル活動で自分たちの自前でもって電気を作っているというような事業所とか会社の原点ですが、でどうも、まあ、報道、そのとかそのメディアの報道は、関西電力は足りない、足りないというところばっかり出てきましてですね、一般のそういう事業、関西のエリアの大手の事業所、あるいは工場なんかがですね、自前でもって電力を作って、そういったものについての今のような、関東のような動きというのは、いかがなものですか、お聞きしたいと思います。まず最初の方の話として節電の話なんですけれども、これは当然ですが生命に影響があるとかその健康に影響があるとかそういうような節電は一切ありえない、はい、ですから節電は先ほどもちょっと申し上げましたけれども、まあ端的に言うと楽しくやれるとか儲かるとかいろいろそういう節電をぜひやりましょうとこういうふうに基本としては言っているので、そこをきれいに丁寧に仕組みを作ることとか、周知を徹底することとかを、まあ、大事にしたい、こういうふうに思っていました。あとの方はですね、それは非常に大事なポイントだというふうに思っていまして、まあ、関西電力もそれなりにもちろんやっているというふうに思います。ただですね、もうちょっと言うと、それこそ他の電力会社の管内であったらやっていいんですよね。その中部電力の管内で自発がすごくあって、関西電力が買ってくれると言ったら、中部電力が高く買ってくれるんだったら売りますよと。そういうところはたくさんあるでしょ。本来。だから本気になってそれを集めないといけないね。うん。そこはまあ一応ですね、やってないとはおっしゃらないんだけど、非常にその遠慮しながらやってるような言い方になってるもんだから、これはどんどんやってくれと、いうふうに思うんですね。これは本来その、なんていうんでしょうか、まあ、競争的市場だったら当然あってしかるべき、そういうことでもありますし、はい、それから中部電力は、まあ、幸いといいますか、原子力の威力は相対的に低かったので、ですので原発が止まってもですね、かなり、まあ、余裕があるというようなことがありますね、はい。そういうことがあったら、当然やってもいいじゃないかと、こういうふうにも言えると思うんですね。ですから、まあ、葉っぱをかけたいと思います。はい、おっしゃるとおりです。はい。はい、時間の関係で最後になりますが、最後の質問お願いします。今、マイクが行きます。本日はお話ありがとうございます。私は社会企業のエコフェアネットワークという、まあ、事業としては太陽光パネルの販売ですとか、あと、まあ、勉強会や農作業、里山体験を通じた環境教育や就労支援を行っています。まあ、里山、あ、すみません、勉強会で上田先生の本なども題材に、まあ、支えながら、小さいながら勉強会も開かせてもらったりなどしておりまして、話を聞けて、本日は非常に感謝しております。まあ、そこで質問なんですけど、まあ、今こういった活動とともに上田先生ですと再生エネルギー法案の第三者委員のところで実際に太陽光パネルに限らずいろいろな再生エネルギー、新エネルギーの値段設定を最近決めまして、そこでかなりその、まあ環境というかやはりこういった市民作用というかそういった業界の注文よりも環境寄りの値段設定になったと思ってるんですが、まあ、そこで例えば今の環境ビジネスを見てもやはり大体はやっぱり大手というか大企業がすごくその業界に入っていけるというか、スマートグリッドとかにしても実際大企業ばっかりだと思うんですよ。そこでそのやっぱり本当に地域の中でやっぱり雇用を生むなり、やっぱりその地域の中でその経済を循環させるというか、やっぱりその大企業ですと言うなればみんな東京の方にお金が流れてしまう構造っていうのがあると思うので、そこでそのやはりまあ行政なりやはりそのいろんなそういった第三者の機関としまして、その割とそのまあある意味市場原理ですね、割と市場原理に任せればやはりどうしても大手が勝つのは必然ですから、そこでまあ今の環境問題で南北問題やって拡散問題やってそういうところが起きているわけで、そういったところでその割とそういった今後値段がかなり高
設定されたので、そこでその今もう値崩れなどもかなり実際安く売る業者もいっぱい入ってきてますし、そこでその割とまあどのあたりの値段設定でどうその地域の中でその大手独占にならずに地元の中でちゃんと雇用なりお金の循環を生んでいくシステムを作っていくのかということについてお伺いできたらと思います。お返事ご回答よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まずちょっと誤解なきを、僕が価格を決めたわけでは全然ありません。価格を決めるのは再生可能エネルギー用に発電の価格を決めるのは経済産業大臣。はい、私たちは国会で選ばれたその調達価格と算定委員会というものであって、それは意見を申し上げるということです。でそれをはでも経産大臣は尊重しないといけないとはなっています。はい、いうことでもうすぐまだ出てないと思うけどパブリックコメントが経済産業大臣案で出てくるはずですね。そこでいろいろご意見を言っていただくとこういうことになる。で今の点は実は算定科学 の委員会のところでも随分議論になった一つの論点です。はい、とても大事な点だというふうに私は思っています。はい、でその価格はどちらかというとその法律に基づいてその、費用プラス適正利潤でというふうに法律に書いてあるわけです。はい、ですからその通りに設定するというのが基本です。はい、でまあ端的に言うとその通りに設定したつもりです。はい、意見としてはね、そういうふうに言ったつもりぜひ地域で活用してほしい。だから地域でその仕組みに基づいて地域資源を、ね、潜在的だったものを制度ができたんで顕在化できるわけですよ。だからまあ一番重要なのは一つはここから僕の個人的意見ですけどね、やっぱり金融です。事業にしないで、だから地域金融機関がそういうことに目配りの効くような地域金融機関があって、そういうのが、まあ、できたら自治体なんかと連携しながら、ね、そういう投資をしていくということで、地域経済の、まあ、再生かつ地域雇用、地域産業ですよね。そういう地域産業、地域雇用、地域経済、こういうものを再生可能エネルギーを核にしてやろうと。こういう取り組みをしないといけないね。上から待ってたらダメですよ。地域の取り組みにしないと。まあ、地域でファンドを作られたね、これ、いうことだと思います。はい、ですので本当は震災復興なんかもそうですけど、地域の金融機関がそういうところへ取り組もうと、でそれをまあ支援するそういうことをおやりになっているような感じがしましたけど、その市民ファンドなんかあってもいいと思いますけど、ね、そういうことが大事になってくると私はまあ思ってます。はい、以上です。どうもありがとうございました。照明の話もかねてから今東京タワーが綺麗ですけれども、照明の石井元子さんも日本は明るすぎるという話をずっとされてました。もう少し無駄な電気はいらないのではないかなというふうに思います。だから病院とかですね、まあ、一律削減をしないために、まあ、地方自治体が一生懸命中心になって節電をすると、そういうことが、まあ、最もできる、まあ、身近な主体ですので、本当に経済産業省も電力会社もみんな情報を公開してくれたら、自治体が一律などというなんか愚かなことをしないでです、ちゃんと有効な節電ができる、これはもう最初から言ってたことですね。だから、まあ、最後なんですけれども、株主提案で、せっかくの株主提案ですから他の大株主さんがこれに賛成するのか反対するのかということを情報公開してくれるとですね、もうここの生命保険会社は辞めようとかですね、そういうことがよく分かってですね、あ、そうか、ここの生命保険会社に入ってたのかと、それじゃ辞めようとか、それじゃ入ろうとかですね、そういう消費者の一つの判断の基準になるので、これはぜひ大株主さん、関西電力の大株主さんがこの大阪市の提案に賛成なのか反対なのか、みんな明らかにしていただきたいというふうに思いますね。まあ、そうするとここに来られている方とかユーストを見とられる方もそうですけれども、
自分が何ができるかということがよく分かっていいのではないかというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。続きましてですね、茨城県東海村の、村上達也、村長さんに、お話をいただきます。日本で初めて、どうぞ、日本で初めて原始の火が灯った東海村であります。先の、東日本でも大地震でもちょっと大変な被害を受けておりますけれども、東京に一番近いですかね、大学を除けば一番近い、原子炉だと思います。そこの村上達也、村長さんにお話を伺いたいと思います。それではよろしくお願いいたします。それでは東海村の村長の村上でございます。こういう素晴らしい会に招かれまして発言する機会を与えていただきまして大変ありがとうございます。去る4月28日に私どもの地方自治体の市町村長が脱原発を目指す首長会議というものを開催いたしました。これはご存知だろうと思いますが、城南市民銀行の本店で、旗揚げをしたわけですが、その当日は70名の会員ということです。私そのうちの一人でございますが、いわゆる原発の立地市町村長で、ただ一人、脱原発のその会議に入っているというようなことで、大変珍しがられましてですね。ございますが、珍しいのはおかしいと思っております。当たり前のことだろうというふうに私は開き直っているところでございますが、今日は超党派の国会議員の有志の皆さん方が原発ゼロの会というものを作っておられると、そしてこの国会議員の先生方を中心としましてエネルギーシフト研究会ですか、勉強会ですか、それを開催しているということで、大変原発の立地市町村長の一人といたしましても心強い会員でございます。私の方の話ということでは、パワーポイントはございませんで、お手元のエネルギーシフト勉強会レジュメというのはお手元にあろうかと思いますが、この話の内容につきましては皆さん方すでに存じ上げているというような話かもしれません。しかし根本的に私が脱原発をやる原子力発祥の地東海村の村長である私がそれを決意したということにつきましては、このような背景があるというようなことで、話をさせていただきます。そのことがすなわち私は日本の原子力政策、あるいは原発政策、あるいはエネルギー政策というものをどう展開していくか、その原点ではないのかなというふうに思っておりますので話をさせていただきます。東海第二原発の3月17日ということにつきましてはご存知だろうとは思うんですが、当日私はかなりのんびり構えておりまして、非常いわゆる自動停止震度ですから自動停止してているだろうということで、また津波も 5.4 メーターの津波が巻いたわけですが、それほどの津波は振る舞えないというのが私の判断でありました。どちらかというと関心は福島第一原発の状況ということに集中しておりました。しかしこれがその3月11日の実態が分かりましたのは3月の末20日過ぎでございました。
まあ、それをその話を聞いて、本当に背筋が凍るというかゾーッといたしました。私たちもここにはいないんだなと。東海村の人口は村ではありますが3万8000人おりますが、その3万8000人が今はその時点では避難してなければならなかったな。これは首長といたしましては本当にしんどい話です。3万8000人の住民を掌握しなきゃなりませんですから、ちりぢりバラバラになったその人たちが どこにいるかということを掌握して、それに対しての行政サービスをしていかなきゃならないということになりますが、とてもできんなと考えました。まあ、当日はまあ、水中ポンプというのはいわゆる非常用電源ディーゼル発電機を冷却する、冷却水を送るのが水中ポンプです。これが海岸の一番近いところに3台当然 海の水を引っ張ってやりますから、3台ございまして、そこに津波が押し寄せました。それでこのそのそれは防潮壁というもので守られているわけですが、この高さが 6.1 メーター、そして津波が来たのが 5.4 メーターということで70センチの差でありました。なおかつこの防潮壁が作られたのは、かさ上げされたんですね。当初は 4.9 メーターでございました。それを2年前といいますか、1年半ぐらい前ですね、に 6.1 メーター、1.2 メーター、加算されたということで、これはまあ助かったわけです。あります。そしてまたその防潮壁を作りました。1年半ぐらい前に加算いたしました。ところがそこには窓状の枠が窓が開いて窓、まあ、枠が開いておりました。隙間がありました。これを埋めたのは3月9日、2日前です。実際は1日半ぐらい前でしたね。これが埋めてなかったら完全にこの水中ポンプはドボンして水没いたしまして、結局非常用電源も全機アウト、まあ、電源が全て切れるということになりましたですね。まあ、しかし1台だけが水中に水没いたしまして、あとの2台がかろうじて動いたということで冷却ができました。しかし当然ながら、いわゆるパワー不足でありますので、水を送るについてはパワー不足でありますので、冷温停止までには、なんと、よく逃し弁というのがございますが、これが170回会計したんですね。このあたりでもちょっと具合悪い、あるいは間違って会計ということになりますと、いわゆる炉の圧力が上がり、炉の温度が上がり、そして水位が下がりということで、燃料棒が空中に出てくるということで、間違い、福島原発と同じような状況になりかねなかったということでございます。まあ、東京から110キロですから、大変な影響がありました。そして、私、この東海第二原発のロケーションを考えさせられました。まあ、今までその原発は安全だというようなことで、どんどん作られてきたわけでありますが、このロケーション、東海村ではこれその次のページにございますが、これは埼玉大学の研究室で調べたということでございますが、この異常性ですね、東海第二原発は10キロ圏内に22万4千人、福島第一原発は4万6千人、そして敦賀とか東通りになりますと3千人規模でありますが、東海村は東海第二は22万4千人、20キロになりますと71万1千人ということでありますが、福島第一は20キロになっても7万8千人。例えば泊まりに行きますと2万7000人ぐらいでございますが、30キロ圏内はこれでは93万4千人になっておりますが、100万人ということですか。で、もともと原子炉立地審査指針というのはご存知だろうと思いますが、昭和39年に作られました。
これ作ってあります。それで平成元年でしたかね、見直しをされたということですが、これが全然生かされてない死んだ状態ですね。この原子炉立地審査指針 を改定したり、あるいは厳格に運用したらば日本全国どこにも原発は建てられないということで、まあ、それを無視して原発というものは作られていると。特に東海原発とか東海第二原発とか浜岡原発というのはその最たるものであります。で、まあ、このことを考えたとき、ね、福島第一原発の損害賠償というのがやっておられますね。私は絵に描いた餅かなと思っていますが、今のところ1兆何千億円だとか言っておりますが、最終的には5兆円とか6兆円とかそれ以上になるだろうと言われております。この数字だけを取りましても天文学的な数字でありますね。さらにはその未だにその避難をしてふるさとに帰れない、また30年50年帰れない、そういう人たちも発生して、その人たちの被害ということを考えたら、これは金銭には換算できないかもしれませんが、そのことを考えたときに福島第一原発の事故というものは損害賠償制度があるからいいだろうというわけにはいきません。天文学的な私は数値だと思っております。ということでいけば、まして東海第二原発みたいなところで事故が起きたとすれば、これは損害賠償だという言葉は全くなんて言いますかね、実態のない言葉になります。東京まで110キロということもありますので、到底も損害賠償なんかで問題解決できるロケーションではない。で、もともとはアメリカの原発でも言われているのは、いやどこに作るかというのは、いやもう地震がないというのは当然でありますが、ローポピュレーションゾーンというのが一つですね。もう一つはエバキュエーションプランが、いわゆる避難計画が立てられるというところが前提であるということでありますが、日本でそれをやっているとどこにも立てられないということで、これは完全に無視されてきているということです。で、これは、まあ、ご存知だろうと思います。みんなご存知だろうと思うんで変な枕言葉をつけておりますが、1984年にニューヨーク州のロングアイランドのショーラム原発というものが1984年に完成した。ところがニューヨーク州知事がいわゆる避難計画が立てられないというようなことで、これは一度も運転せずに廃炉になったというものがございます。これぐらい徹底した原発政策を取っている国ならば信用できるかもしれませんですが、まあそうも言いませんが、アメリカもその信用できないかもしれませんが、しかしこの日本の低堕落さというものを私はつくづく感じまして、で根本に私はだから地震列島に54基も原発を作って平然としているとか、あるいは福島原発事故で有効な適切な対応ができなかったと、住民はいわゆる見捨てたような対応しかできなかったという、そしてそういうことを考えたときに、私は日本には原発を持つ資格はないと。これは8月2日に東海村で、開催されました原子力学会の安全部会のフォーラムがございました。そこで私はその資格なしということを言ったわけでありますが、まあ、そして、その前に東海村では1999年の9月30日に JCO 臨界事故がございました。日本初の原子力災害と言われるものがございました。で、その時私はこのJCO 臨界事故の社会的背景は何かということをいろいろな場面で発表してまいりました。まあ、一言といえば、日本という国は、日本人は技術開発やなんかが非常に優秀な民族であると。であるから、原子力という巨大科学技術を自分のものにすることができるだろう。その技術、科学技術面ではできるだろう。しかしそれをコントロールするだけのそのシステムを作ることができないじゃないかということを言ってまいりました。いわゆる社会的なコントロールシステムというのを作ってない。当時も原子力災害特別措置法団体はございませんでした。
それから原子力安全委員会というのは会議長の中にあって安全委員5人、そして事務官18人、これは会議長からの執行と推進機関の中にあります。当然ながら安全保安委員なんかございません。いわゆる N 庁の中に、チェックする機関があったということでございますので、そういう点では法律もなければ、そのコントロールする法律もなければ、社会体制、組織体制もできてないということを言ってまいりました。当時私が言った言葉は、国策である。安全神話ですね。それから想定外。この辺りまでは全く今の福島原発事故も、今回の福島原発事故も同じ言葉が並べられております。そして、私はもう一つ仮想事故という言葉を使いました。4つの言葉で、JCO 臨海事故の社会的背景ということを発言してまいりました。結局、それから12年半経過いたしましたが、何も変わらなかった。改善できなかったということで、私は不信感をまた強めたわけであります。そして原発というものを、これを考えた場合ですね、いわゆる国策であるぞよと、国策ぜよということでありますが、私は国策という言葉を使った政策というのは今あるんだろうかと、この原発原子力政策のほかに。私は株にして聞いておりませんですが、それでこの国策という言葉は歴史上も私はほとんど見かけませんですね。たった一度あったのが昭和16年のいわゆる帝国国策要項保全会議で決めました。そして9月には帝国国策遂行要領というものを保全会議で決めました。これはアメリカ、イギリス、オランダに先端を開くかどうかというものの先端を開くための国策でございます。こういう言葉自体が非常に中央集権的、そして行動成長期の私は異物だと思っております。そしてその結果、特権階級という特殊な村ができた。これは原子力村ということですが、そういうその集権的システム、そしてそれがいわゆる地方に金で持って地方が結局その中に組みされていくというような構造を作ったということであります。またいわゆる先ほど話にございましたですが、いわゆる地域独占体制というような、そしてそれだけしか電力供給する会社がない、そういう組織がないという、非常に単一的ですね、モノクロ的な供給体制、これが今までは安定供給ということの保障されている前提である、基礎がこのいわゆる地域独占体制だということを言われていました。福島原発事故を経験してみたら、なんと不安定なものかと、今節電だとか、あるいはその供給体制の見直しとかといろいろ言われておりますが、この不安定さの原因は、私はこのモノクロ的、国家が中心となり、そして電力業界、そして特殊な原子力村というものがこう作ってきた面が、私は安定供給に反するものではないのかと。地域分散型とか、小規模分散だとか、いろいろ言葉がございますが、そういう多様な供給体制があれば、私はむしろ逆に安定するんだろうなと思います。そしてこれは安全保障面でも言えることではないかと、いわゆる供給源の多様化ということでも思います。それから5番目に入りますが、再稼働への国民は反発しております。これはなし崩し的個別対応です。これで原発だとか、あれ脱原発依存だとかいうものはできるんだろうか。これは一つ一つストレステストをやりました。一時評価をして、それを OK としました。そしてなおかつ暫定的に急ごしらえでいわゆる安全基準を
を作りまして、まあ、それに適合しているからということで政治判断をしてやっていくということになりましたら、これは 全原発をそのまま私は使うという、そのことを一つも変えてないと思っております。そして福島原発事故の原因究明だとか、それから責任の所在というのは明確にされておりません。どこがまずかったんだろう、どこに失敗したんだろうかと、これは組織的にも人的にもいろいろあるかと思いますが、まあ、いわゆる犯罪者を作り上げていくことではなくて、責任は明確にしなきゃならないだろうと思ってますよ。それ安全保安が問題だったのか、経済産業省問題だったのか、政治が問題だったのか、私はいろんな形で福島原発事故に行くまでの伏線というのはたくさんあったと思います。そういうものを明確にしなかったら、これから新しい原発事故を防ぐと言っても私は信用できないと思っております。まあ、福島原発事故みたいな特別な事故はそう起こるものではない。まあ、それはその通りですな。そう簡単に起こられては困りますが、起こるものではない。しかしそれをマスコミが取り上げて騒ぎすぎるから、脱原発運動が盛んになって困るなんていう人がいます。こんな発想だとすれば、必ず私はの3度目の事故といいますか、第二の福島原発事故は必ずどこかで起きるだろうというふうに私は思っております。まあ、それから脱原発依存だと言いながら、全体像何にも開示されておりません。1年半経っても、1年以上経ちましても何にもできない。そして安全保安はそのまままだ健在である。安全委員会も健在である。まあ、ボロボロになっているとは思うんですが、どうもボロボロでもなさそうで、相変わらず4月になっても、3月19日は福島第二原発 の第一号機でしたがね、10年延長を認めるなんてことをやってました。福島第二原発は福島県が廃炉にしようと言ってる、決議しているところです。それにもかかわらず、その第二発電所の1号の10年延長を認めるとか、4月になりましても伊方原発の10年延長でしたかね、寒いかな、あれは。それを、どこだったっけな、ちょっと忘れしましたが、そこを安全保安には延長を認めました、言おうとしました。そういうこと、はい、時間かなと思いました。そういうことを平然とやってる。この国は何なのかねと私は本当に腹立たしく思っております。そして国民はこのことをみんな知っております。安全保安を信用するはずはありません。安全委員会を信用もしません。まあ、エリートの皆さん方は分かりませんが、国民はそういう気持ちでおります。それでその中でなんと安全規制庁、原子力規制庁を作ると言いながら一つもできません。完成してない。その中で再稼働をさせましょうなんていうのは、国民はとても納得できない。これが大井原発を再稼働させようとして動いた政府電力会の大失敗だろうと私は思っています。私は実は4月4日にこれはその次のページ表のページ次に、東海第二発電所は永久停止と廃炉にしたいとか1日3日5とこう書いてございますが、7まで書いてございますが、これは4月4日に枝野経済産業大臣にお会いしてお願いし要求してきたことでございます。まあいわゆる大井原発3号炉4号炉これを再稼働させたいということが、私はその時も言いました、決定的にあとは動かなくなりますよ、よその原発は。それくらいの世論がもうすでに原発周辺の地域には起きております。その中でフラフラしているというか、原発なくちゃダメだと思っているのが立地市町村だけです。後の周辺は
大体がもうこの原発は運バスだというふうになってきております。そして何よりも私は若い女性ですね、女の方、女性と女の方は同じでございますが若い女性、特に母親ですね、ものすごいこの人たち の今脱原発に向けての働きかけ動きっていうのはすごいです。保守的な、超保守的な茨城県で17万筆のやる脱原発の署名が集まりました。集めることができました。そしてまた市町村議会にいわゆるその東海原発の農法を廃炉にしようというような請願を出しました。まだまだ全部がまだ審議が終わっている一方でございますが、3月23日には11の市議会と町議会がそれを採択しております。これからも増えるだろうと思いますし、また我々と同じような首長の中でも東海第二原発の再稼働を要とするものは半分を下回っております。まあ、そういうふうに脱原発の動きというものは非常に広まってございます。まあ、そういうことで、ありますが、私はこの背景にはですね、東日本大震災とそれから福島第一原発を経験したことによっていわゆる経済成長を最大の価値とする GDP 成長を最大の価値とする国民意識が変わったと思います。転換したと思っています。もうよく言われます。私のところにもいいような、私は立つやっていますから、立っちゃうということで言いますかね、いいよなと、もう金じゃないよね、もっと大事なものがあったよねということを村民の中にも言われます。いわゆるふるさとが大事だよな、ここから追い出されたら俺たち住めないもんなということでありますし、また人と人との付き合いが大事だよね、それから家族が大事だよねと、そういうことが実は金よりもそういう大事なものが我々はあったんだということを気づきました。で、最後に提言として私は思っていますのは、福島に鑑み原理原則に基づく原子力指針の策定をということですが、これはきちんとやってもらわなきゃならないと思っております。日本の原発政策は原理原則も基準もなしと、ただいわゆるその原発を推進というような考え方だったじゃないかと思います。それは一極集中で分かりますね。作りやすいところでどんどん作る、だから10基も14基もなっちゃうんですよ。あれが柏崎みたいな7基だった、こういう形になってそこの地域の安全だったら考えてないんじゃないか。それから住民、福島の住民16万人が今避難しておりますが、その人たちが帰れるのか戻れるのか、そういうことでありますが、それを除染計画という形で出されてきた。それから5ミリシーベルト以下のところは除染して返します。5から20ミリのその次に今度は20ミリシーベルトですね、これを除染して返します。で、20ミリから50、50ミリシーベルト以上は帰宅困難地域だとかいうような設定をいたしました。この設定はいつされたかというと、なんと1月26日ですよ。もっと早くそういうものを明らかにして、住民に対しての支援ということをしなきゃならなかったと思います。それが結局基準が持ってない、原発推進という頭だけがありますから、経済的な発展ということだけしかないから、結局はそういう基準もなくて原発を動かしてきた。やっと決まったのが1月26日、10ヶ月以上過ぎているわけです。こんな国はやっぱり持つことはできないなと思っております。それからもちろんいわゆる脱原発依存だって口では言っています。一つもできてない。で、そういう中で個別原発を審査して再稼働ということはありえない、これはみんな思ってるんですね。
私が言ってるばかりじゃなくて、みんなその原発立地の周辺の人たち、その立地の人たち、みんな思っています。それから、私はここに来てですね、相変わらずその旧電力体制とか独占体制とか、これをものを温存していく、温存していく、している限り、私は原発から脱はできないだろう。脱することは、原発依存から脱せないだろう。そして新しいエネルギー人間というのも入ってこないだろうというような私は危惧を持っております。だから東電は私はもうすでにデフォルトになっていると思います。これから5兆円の9兆円の損害賠償できますか、それから1兆円以上の解体費用を出せますか、それから除染費用を出せますか、飯舘村だけでも3200億円かかるという計画がありますが、こんな金は誰ができるんですか。東京電力できますか。東京電力はもう金の調達も私は相場できなくなってくるんじゃないのかなと思っておりますし、例えば LNG を輸入するという、あるいは石炭を輸入するといっても LC をいわゆる信用状を発行してくれる銀行があるんだろうかというふうに私は思っております。まあ、そういうこと、それから株主代表訴訟での損害賠償も請求されてありますが、これは東電のに関係ございません。経営者に対してですから。まあ、それから発送電分離という言葉、どこに行っちゃったんだろうか。菅首相が言った途端に菅卸しが始まったわけでありますが、こういう地域独占体制、もう一つあるのは総括原価方式です。今どん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 防潮堤を作ったり電源の対策を講じたり、まあそのことはいいのはいいんだけども、あなたのところの原発は最高稼働でいいかどうか分かんないよと、脱原発依存と国は言ってんだから、あんたところみたいに40年も古い原発でそんなことやったら無駄じゃないのと、東海第二なんていうのは再稼働などできるかできないか分からないよと、村長がダメだと言ってるんだからもう思いますがね、そのどん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 設備投資あるんですが、浜岡なんか1400億円かけて防波堤を作るってやってるでしょ、またかさ上げするんだと言ってますから2000億ぐらいかかるかもしれない。そんな金かけてあなた回収できますかと私聞きました、ね、普通の会社回収できません。10年や20年でそれだけの大投資しました。ところがですね、回答がいいですね。1キロワット十何千円上げれば回収できるんだ。これは総括原価方式です。総括原価方式があるから、いとも簡単に。要するにさっき上田先生がおっしゃったように、税金で回収できるんです。だからどん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 国の方の指令を待たずにやっている。もうすでに現在停建中ので原発には24基もに燃料装荷されてますね。これは東京新聞の、何日後でしたかね、4月25日に出てますが、核燃料装填済み24基となってます。これはいつでも調整運転に入れるんです。ボタン一つで、発電可能なんですね。状態にもうすでに入っています。こんなのは国民世論も政府の指示も無視して私はやっていると思います。で、東海第二はダメだと言いました。燃料装荷はさせないと言っていますが、そういうことがされております。まあ、最後に浜岡原発はこれはやっぱり再稼働させるわけにはいかない。これは廃炉にしなきゃならない、私は思います。それから東海第二もアウトだ。これはあまりにも立地条件がこの2つはもう極悪と言いますかね、極めて危ない。そしてもう一つは近畿圏も私はこれは本来であれば全廃というぐらいで私はいいんじゃなければ、あれだけ人口が集まって狭い地域に集まっている、京都、大阪、滋賀、神戸、あのところに13基、14基の原発があるというのは恐ろしい話だろうと私は思います。
まあ、もっと論理的な話はこれから知事の方からあるのかもしれませんですが、私は以上そういうふうに思っております。以上でございます。ありがとうございました。メッセージをいただいている国会議員の方々ですけれども、衆議院の方ですが、近藤昭一さん、橋本弁さん、高野守さん、石田光司さん、重野康政さん、安倍智子さん、山田雅彦さん、服部良一さん、参議院の方ですけれども、福山哲郎さん、水野健一さん、新井宏之さん、吉田忠智さん、それから、杉並区の区議会議員ですけど、山本明美さん、それから山形ですね、県会議員ですけども、草島さん、新一さん、まあ、こういうような方も来られております。ちょうど首長、脱原発の首長連合といいますか、私の、ま、毎回といいますか、高校の同級生の河村隆も名古屋市長入っているようですから、連休中に、電話で話をしてましたけど、とにかく関西が足りないと言われているから、中部電力管内で節電すると、先ほど の上田先生ではないんですけれども。大阪と連携するっていうなら、とにかく名古屋思い切って節電しようじゃないかと、まあ、いうような、話をしていて、さっきの上田先生 の話、その当時のことを話をしてましたので、まあ、自分たちにできることいっぱいあるかなというふうに、思っておりました。東海第二の方は今日話を聞いて、本当になんていうかタッチの差というか、そういうことだったんだなということを、僕は初めて、知りました。まあ、皆さんはご存知だったかもしれませんけれど、それでは、質問のある方、挙手を、お願いいたします。はい、すぐ橋本さん、こちらですね。どうも、村上村長、ありがとうございました。衆議院の橋本弁でございます。2つぐらいかな、お聞きしたいと思います。まあ、これは、ですね、東海第二 の原発廃炉にするということ、この廃炉にして、例えばどういうお金も非常にかかるし、まあ、時間もかかるということなんですが、これ、どういうような形で、まあ、村長として、見通しとして持っていきたいなと。まあ、もう少し具体的にですね、こういう国に対してどうにも、廃炉への、働きかけを持っていくとか、そういうようなこともお考えならば教えていただきたいのと、まあ、私も今度の大井原発の再稼働は反対でありましてですね、まあ、いろいろと岐阜県も、非常に、偏西風が直接受ける ところでありますので、まあ、岐阜県も中電から補助金とかかなりもらってるんですね。まあ、そういう補助金、交付金、まあ、いろいろもらってるのかどうか、過去もらってたのかどうか、そういうことをもし教えていただければなということと、まあ、雇用されてる方の影響、または下請け、孫請けの方の影響とかですね、そういった方の、反対意見というのはあるのかどうかというのと、ちょっとまたその対応のほどをですね、常識的な質問ですけど、教えてください。お願いします。廃炉ですね。廃炉はまあ40年かかると言われておりますが、今東海の第1号機ですね、東海発電所というものは廃炉中でございます。廃炉手続き中でございます。これはもうすでに開始して、10年以上経っておりますが、なかなか核心部分に入りません。というのはもともとの予定が25年ぐらいの20年ですね、20年計画でした。その核心部分というのは炉心部分に入れないんですね。というのはこれは低レベル放射性廃棄物だといってもかなり高いレベルでございまして、これ の持ってき場所はない、処分場所はないということで入りません。ですからこれからまた十数年かからなければ廃炉は完了しないということです。それからもちろん今の今度の軽水炉ですが、これは30年から40年かかるという、まあ、これから当然ながら今の政府が言っている
原子力の運転期間は40年とすれば、次から次と廃炉が始まります。そして脱原発を進めれば当然廃炉になってきますが、この手当はどうするんですかと私も思っております。で、実は日本原電が東海村の発電会社ですね。これに対しては廃炉技術のパイオニアとして技術を磨けと言ってきました。それから実は廃炉の関係の技術者とかというものはまだ日本は本当に手薄。それで私どもは東海村原子力センター構想というところで一番つけてありますね、センター構想ということで今構想を立てて両方も実施していきたいと思いますが、そういう関係の人材を養成していくということで、廃炉とそれから廃棄物の処分ですね、そういうことのため の, 拠点になっていこうとしております。ですから例えば原子炉を停止したら直ちにそこでの雇用がなくなるというわけではございません。それにも廃炉のための人手はたくさん必要になってきます。まあ、そういう雇用もございます。それから、そういうことで、むしろこの廃炉ビジネスというものは私は全世界的にも日本国内ではもちろんですが全世界的にも私は大事な大きなものになってくるだろうというふうに思っております。廃棄物の処分は全然見通しはございません。これについてはサイクル路線になっている確認のサイクルを言っておりますが、ほとんど私はないだろうと思います、可能性は。それから東海村補助金交付金ですが、交付金はもらっております。補助金はもらっておりません。それからいわゆる寄付ももらっておりません。交付金は年間原発からは4億から4億3000万ぐらい入ってまいります。電源交付金ですね。で、固定資産税は11億円から12億円入ってまいります。ですから東海村とりましては約15億円前後がその原発関係から金が入ってきているということでございます。もちろんこの金額は大きな金額で大きな痛手になりますが、今東海村としましては実は火力発電所があるんですね。東京電力の東京電力はあまり私が歯向かっていると大変なんですが火力発電所から今のところ25億円ぐらいの火力発電所から金が入っている。で、今また第2号機が作っているので、その関係の金もあるというようなことで、東海村としてはやりようがあると。問題は雇用の関係が430名とは言いながら、東海村の村民は430名、そして全体では1500名ぐらいですか、下請けまで入れまして、孫請けまで入れまして、1500人ぐらい。今の村民としては430名ぐらいですか、450名弱ございます。これももちろん大きな影響があります。その人たちのことも考えなきゃなりませんですが、しかし そこにとどまってもいられないし、その点につきましてはすぐに失業しないという廃炉の方でいろいろと手当てをしていこうということになります。よろしくお願いします。他にご質問はいかがでしょうか。はい、それじゃあどうぞ。フリーランスの斉藤です。お話ありがとうございます。先ほど堤防を作るとその17線、電気力に可能性に17線で、それは、どなたにお聞きして、日本原電、はい、日本原電、日本原電で堤防まで作ると約200億円ということなんです。で、200億円をこれから運転開始または再稼働してもですね、現在34年目を迎えてますので、40年とすれば5、6年しかないんじゃないのと、回収できないだろうということを申したところ、いや、キロワット十何千上げれば回収できるかという話でございます。あともう一点、
村長がその、こう脱原発の立場を明らかにされて、こう例えば村議の方とかはその村長に続けというような動きというのはあるんですか。例えば相沢村議はずっとその以前から脱原発をの立場で立てらっしゃったかと思うんですけれども、何かその立場を変えるというかですね、そういう、こう村長を援護するような動きっていうのは議会であったりするんでしょうか。はい、それはもともと私と一緒に、まあ、いわゆる村長派と反村長派というのがあるんですね。私は3期目、4期目は反原発の村長ということで落胤をされて、そちらの原子力推進の方から、あるいは自民党県連から、その候補者を立てられまして、やられてきましたので、そして、当然、議員もそういうふうに分かれております。まあ、不幸にして、そういう状態でありますので、ありますが、まあ、選挙の2月に、今年の1月にやったんですが、それで、では1名ほど増えまして、大体5対5ぐらいの今状態です。ですから、いわゆる住民の請願、これが採択されるかどうかという、まあ、瀬戸際に東海村としてはあるということであります。他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。マイクをお願いします。世田谷に住んでいる寺島と申します。お話興味深く聞きまして、特に提言はきちんとこういう形をされて、で私思ったことがあるんですが、現在の東京電力は、まあ、よく普通に言われて、もう死にたいだよと言われてますが、それでも、会社的には、儲ける会社に一応なっていて、通常の会社ですね。それでだからそこに銀行から融資すると儲けなきゃいけないから、値上げと、原発の再稼働をということを融資の条件にしたりということを新聞記事で報道されています。から先ほど東海村との関連で堤防の観点で言っても、原発の会社がですね、その儲けるためには、いや廃炉を伸ばしてさらに値上げすればいいよっていうふうに、現在311が起こった状態のこう深刻な、もうなんていうんですか、国民的に延長してですね、廃炉をさらに延長して、なんて稼働させて、なおかつ値上げしながら原発体制を続けるというのは、もう国民的に支持がほぼ得られないという、そういう状況なのに、経営形態としては儲けるような会社になっている。そこに非常に問題がある。それでおっしゃる提言は非常に的を得てるんだというふうに、私はやはり東京電力や東京電力なりに、なんていうんですかね、生産会社にするのか分かりませんが、きちんとしないと、なんていうかな、経済システムがなんていうの、やれやれどんどんの方に行ってしまう、そこの、提言をお話を伺って非常に感銘を受けます。ご意見をいただければ。まさに値上げの話から私はこれを思いついたんですね。東京電力が17% の値上げをしたいと4月1日から、で東海村にやってきました。で私はノーと言いました。拒否しました。でもっと説明せよということで、それで話を聞いていたら、もう惨たるありさまだなと思いました、東京電力。例えば今3600人は福島の方に行ってるんですね、支援で。そういう、だから今の発電をする人たちももう大変手薄になってる中で発電をしてる。それから福島へのそれは3600メートルはなんと損害賠償の担当です。そういう状態にあるということ。それからもう今度の値上げをしたところで赤字は解消はできません、とても。ですから、また値上げするのかということは、とてもできない。で、それは原発、具体的には柏崎刈羽の7基を動かせばというような前提になっているんですが、これだってそう簡単ではないと思います。
これは全体がどういうふうに日本全体が動くか分かりませんが、政府自体の考え方も全然分かりませんですが、そういう状態でこのままずるずるずると言ったらば、もっともっと我々は負担が大きくなってくるんだろうなと、東京電力に対して負担しなきゃならないということになってくるだろうということを私は恐れてますね。ここで特別法を制定して、まあ、社債発行してるとか株主が絡んでるとか金融機関が絡んでるとか保険会社が絡んでるとかいろいろ民間企業ですからありますが、そのものの権利ばかり言ってても私は解決できない。これは非常手段でいわゆる特別法を制定して、まあ、戦後の財閥解体ぐらいの考え方でやったらと思う。それができなければ電化の高騰で幕藩体制がやってきた、幕府がやってきた紀元令をやってみたらどうだということを、これは紀元令の方はちょっとね冗談っぽいですが、それくらいの非常手段でやらなければ私は東電というものは存在できない。東電を存在させれば その分だけ今度は国民の負担が大きくなってくるんだろう。そのあたりの構図も構想も私には全然見えない。国の方でどう考えているのか分からない。最後の質問になりますが、もう他にどうしてもという方いらっしゃいますか。じゃあ2人で、終わらせていただきます。それじゃあそちら、その次にそちら、はい、マイクが今参ります。すいません、週刊東洋経済の岡田と申しますが、このレジュメの中でこの使用済み核燃料のですね、貯蔵プールに2000体も入っているということですが、福島でもこの今4号機の、プールの耐震性というか安全性が、大きな最大の問題のようにも語られているんですが、東海第二の場合、現状どう捉えているのかということと、万が一これがこう崩壊なんていうことが万が一地震が来た場合に、どのようになりうるというような危惧を持ってらっしゃるのか、ちょっとお話をお聞きしたいんですが。いわゆるその燃料プールに貯蔵されているわけですが、例えば定期点検中の燃料も、それから使用済み核燃料も燃料プールに、すべての原発はあるわけですね。一番高いところの部分の隅っこの方にあるわけですが、これは福島第一原発の4号機のことにつきましては、いろいろと今までも言われております。最も過酷な事故を想定として近藤原子力委員長が想定した、いわゆる170キロ圏居住禁止、250キロ圏避難というようなことが起こり得たということですね。これは全くの偶然だったですね。救われたのは定期点検中でそこの炉心の上の方に水を張ってたと。その水は4日前に本来は抜く予定だったと。ところが工事の不手際で抜けなかったと。でそのまま溜まってたと。そして地震でこの壁がずれましたので、プール上に作ってましたので人工的な、そのプールがずれてその水が燃料プールに入り込んだ。で燃料プールの方はひび割れて水が漏れ出したわけですから、そこに流れ込んだ。それで助かった。でアメリカの NRC が最も危険視してたのがこれであって、そして今でも一番危険視しているのはこの4号機の燃料プールだということですが、余震で壊れるんじゃないかというふうに思われております。で我々のところも結局2000体実は福島第一の4号機にあるのは1500体ぐらいですね。それ以上の燃料が東海第二の燃料プールに入っています。これが水がなくなったら、まさにその裸の状態でメルトダウンが起きるということです。まあ東京都はダメでしょうね。ダメでしょうね。我々はもちろんとてもダメですが、そういう状態になるというのは燃料プールだと思います。東洋経済ですから、そのあたりはよくご存知だと思いますけど、ね。よろしいですか。対策はじゃあ今のところ。対策はね、
まあ、今のところで捉えておりません。まあ、一番の高いところにありますので、地震の揺れは一番大きいところですね。なんで、これが強いか弱いかと、一時ちょっと安全保安の方から壁が弱いぞと言われていますので、これは東海大臣ですよ。壁がちょっと脆いと言われていますね。これを補強しなきゃならないと、大臣が決まらない。東海村もだいぶ揺れております、まあ、地震が、はい、じゃあ最後の質問になりますが、どうぞ。杉並区議会議員をしております山本明美と申します。本日ありがとうございます。脱原発であるとかエネルギーシフトであるとか、こういった問題は特に関東圏から発信まして、なぜなら、生命の危機を私たちは3.11 の福島の、事故で同時に味わったわけなんですよね。ですから泊原発であるとか大湯原発であるとか、そういう立地自体とは異なる感覚を持っていらっしゃる村長だと思っております。ですから私からも、まあ、希望であり要望であり、また質問に変えていくわけなんですが、全国原子力発電所所在市町村の協議会の副会長を辞するという報道があったんですが、ぜひとも私は会長になっていただいて、脱原発エネルギーシフトを推進していく、そういった担い手になっていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。原発立地市町村の協議会があるわけですが、ご存知の通り、皆さん方の発言を聞いていれば、原発がなくてはこの地域は成り立たないということで、再稼働を早くやってくれというような首長さんばかりでありますので、その中で私がいかに言ったところで、福島原発事故にあった双葉町長さんとかですね、若干福島県内の首長さんには賛同してもらえるかもしれませんですが、皆さん方はやはり原発マネーにで地域振興をしてきているというふうに完全に思っておりますし、それからやはりそこの経済地域経済全体が原発との関係で出来上がっておりますので、それは言えないんだろうなと私は思ってますね。ですから私が例えば手を挙げてもダメでしょうね認めてもらえないんじゃないのかなというふうに私は考えております。しかしこれまで私14年間全原郷原子力立地市町村協議会の会長をやってきました。それで、実は副会長をやってきた。しかし安全を大前提として安全第一だという言葉口先だけで、結局はこの全原郷というのは何の役割も果たさなかったということから、私は去年の8月に私はその責任の一端を感じているということで、すでに辞表は出してあります。それで今度5月にはその役員の改選期だということなので、まあ、そこで私は再度辞めるというふうにしたわけであります。当然ながら私は私ばかりではなくて、全原郷の会長も私は私以上に、彼は16年やってますので、だから私は当然責任を感じてもらいたい。でしたらそういうことのために出したわけであります。はい、はい、どうも、ありがとうございました。拍手をまたお願いします。次は、加田さんですね。もういらっしゃってると思いますけども。村上村長がおいでになる前に、原発がですね、もともと原子力発電所というのは消費地の電力が足りないから原発を作る、
いうことだったはずなのにですね、今消費者の方は原発はいらないんじゃないかと言い、いや迷惑を受けていた原発の立地自治体の方はいるというですね、そういう逆転現象が起こってるんですね。で一体原発ってのは誰のために必要なのか、地元市町村のために必要だということになると、なんか本来は電力を使う消費者のために必要なものが、まあ、変なかあの逆転をしている、まあ、今おっしゃったようにですね、それはやっぱりあの政府がですね、地上げ屋のようにお金をどん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 あのお金をペタをはたいてきたということで、それを政府のやることなのかというその、まあ、倫理的なその問題も多分あるんだろうというふうに思います。この逆転現象をですね、また正常な形に戻していかないと、仕組みが変わらないとこの問題も解決できないのではないだろうかというふうに、まあ、思います。それでは加田さんに、お願いをしたいと思います。まあ今、ちょうど大きな話題になっております、関電の大井原発、これに対して関西広域連合の、対応が非常に注目をされております。その担当者でございます。じゃあ加田さん、準備よろしいでしょうか。はい、滋賀県知事の、加田一彦さんです。よろしくお願いします。あ、ちょっとお待ちくださいね。いや、どうぞどうぞ。改めまして皆さんこんばんは。このような場面にお呼びいただきまして光栄でございます。20分ちょっとお待ちください。八谷さんいらっしゃいますか。パソコンがロックされているのですが、はい、じゃ あのデータ出るまでにちょっと、栗原さん分かります、パソコン。あ、じゃ あの始めてください、はい、今あの担当が来ますので。はい、あの先ほど上田先生、そして今の村上村長さんからのお話、を聞いていただいたと思います。私は、ちょうど2006年に滋賀県知事をさせていただくことになりまして、政治家というのは何かを作る、橋を作るとかダムを作るで票をいただくんですけど、私は新幹線の新駅いらない、ダムいらない、廃棄物処分場いらないで票をいただきまして、大体こういう改革をすると1期目で県民は愛想を尽かすんですが、2期目も信任をいただきまして、滋賀県の県民はそこまで成熟をした人たちだということで、今ありがとうございます。私以上に滋賀県民が、しっかりこの成熟社会、もったいない負担をどう自分たちで受け止めるのかということで頑張っていただいている県民140万県民の中で日々仕事をさせていただいております。そして今日は原子力エネルギー政策に対する滋賀県と関西広域連合の1年の対応について、基本的には思想も哲学も抜きにして事実関係をお知らせをし、そして最後にちらっと自分なりの哲学を申し上げたいと思います。こちら見てるでしょうか。ちょっとでは画面を、動かしていただけますか。はい、まあ、1ページ目はどんどん行ってください。私はあのこれ高校の修学旅行の琵琶湖をバックにした三井寺からですけれども、1965年に修学旅行で琵琶湖に出会い、こういうところで暮らしてみたいと琵琶湖に惚れて、そして京都の大学を終わり、アフリカ探検アメリカ留学をして滋賀県で研究を始めました。それで、まあ、30年滋賀で、まあ、勉強をし、そして最終2006年には知事に手を挙げてしまったんですけれども、そういう琵琶湖の研究の背景の中で、どんどん次お願いいたします。今回の福島の事故、皆さんご存知のように EPZ10 キロどころではない、20キロ30キロ50キロと、実は先日4月18日にも福島に行ってまいりました。昨年の3月11日の事故の2日後、関西広域連合でカウンターパート支援というところで、相手を決めて支援をさせてもらおうと、で私は真っ先に福島手を挙げさせていただきました。原子力発電所の事故の中で
こちらも支援させていただく、同時に学ばせていただこうということで、それで過去1年間に滋賀県職員延べ700人ほど派遣をいたしました。今でも10名行っております。まあ、その職員を見舞いながらこの間4月18日行ってきたんですけど、私毎日この福島応援バッジをつけております。昨年の3月以降1日も欠かさずつけておりますけれども、こんなに大変な環境破壊、しかもご当人に責任のない中で家を追われ、ふるさとを追われ、そして未来が見えない、こういう状態、16万人もの方がおられるということをそのまま直視していいんだろうか、本当にどうしてということを考えないと、私たちはこの16万人の皆さん、それだけじゃないです、福島200万人の方たち、そしてそれこそ東京のお母さんたちも心配している、こういう受難の歴史を受け止めなかったら本当に苦しんでいらっしゃる方たちに申し訳ないという思いでずっと福島のことを勉強させていただきました。次お願いします。そしてこれは琵琶湖と若狭湾の位置関係でございます。ずっと琵琶湖で研究をしてきて、漁師さんは風に名前をつけます。特に日常をよく知っているというか影響を受ける風には名前をつけます。秋、冬、春、真北、北から来るんです。真西、あるいは西日嵐、距離的に30キロほどなんですけれども、30キロの距離だけではなくて、この風に名前をつけるということからして、いかに琵琶湖は若狭と大気でつながっているかということを知っていただきたいと思います。次のページをお願いいたします。そしてこれも言うまでもなく、琵琶湖は京都、大阪、和歌山県境まで、神戸、垂水区まで、実は神戸の北の方の有馬温泉まで琵琶湖の水は行っております。有馬温泉の蛇口をひねって琵琶湖を思い起こす方はほとんどおられないと思うんですけれども、1450万人の水源でございます。数字で見るとこういう形です。もし万一放射性物質の汚染が琵琶湖に広がってきたら、これは関西全体が大変なことになるというのが琵琶湖をお預かりしている知事の立場でございます。まあ、そういう中でこの後ずっと年表のようにどんどん言っていただいたらいいんですけれども、滋賀県関西広域連合の原子力政策、ここの1年の経過、まず 3.11 の後3月15日に原子力災害対策の見直しをもう県独自で始めますと宣言をいたしました。でその後、実は滋賀県は EPZ10 キロより離れていたので、この原子力防災対策の、情報を受けるというだけでほとんど中身がなかったんです。それを、検討会を作り、同時に、防災危機管理局に原子力防災チームを6月に作り、そして6月21日には卒原発を公表させてもらいました。脱というとすぐなんですけど、やはりさまざまなニーズもあるでしょう。ですからだんだんにやめるということで、卒原発を私なりに政治家としても覚悟を持って発表させてもらいました。そして8月のには関西広域連合の中で原子力の専門部会を作りました。実は関西広域連合というのは2011年の前の年、2010年の12月1日に全国で初めて府県を超える自治体として発足いたしました。全国で初めてなんです、府県を超える広域自治体は。目的は何かというと、今一番大きな目的は、出先機関、例えば地方整備局であるとか農政局であるとか、そういう出先機関、国の出先機関の権限を受けるという意味で出先機関改革の受け皿になろうということで、作った、まあ、団体、地方自治体なんですけれども、最初にある意味でこの防災対策、そしてエネルギー対策のところで関西としての意思
統一ができたなということを思っております。それでここの原子力の専門部会も8月に作りました。同時に8月末には県と市長の中で原子力事業者に安全協定の申し入れをしました。まあ、こんなふうにしてだんだんに、次のページをお願いいたします。10月、そして12月と、さまざまなものがあるんですけれども、ポイントは3月26日です。今年の3月26日です。滋賀県独自に原子力災害対策の防災計画を作りました。これ中身どういうものか後からご紹介いたしますけれども、国が全然動かないんです。で、毎日はいつ起きるか分かりません。明日起きるかもしれない。そしたらやはり県民の命を守るためには万一の時の避難計画からどういう状態になるのかということを一日も早く作りたいというので、この3月26日ちょうど昨年の事故から1年弱でこの、防災計画を作ることができました。まだただ中間段階です。次お願いします。そして今日皆さんがご関心のあるその大井の3、4号機についてですけれども、私自身ずっと気にしながら、実はスイッチが入ってしまったのはこの3月16日の藤村官房長官の発言です。地元遠い滋賀含まず、それで例えば UPZ は30キロに広げたんです。でも原発の稼働と UPZ、 つまり防災計画無関係だ。それで火がついてしまいました。それまでもおかしいおかしいと思ってたんですけれども、こんなに見えてないのって、関西の事情が見えてない、琵琶湖の水を預かり、しかもこんなに近いところで UPZ、 もうまるまる県の独自予算で委員会を作って防災計画を作って、実は本当はこれ上田さんのご専門ですけれども、環境汚染は PPP ポルターフェイズプリンシパルなんです。だから原子力対策とかなんて簡単でなけなしの税金入れなきゃいけないんだとずっと思っていて、それくらいそれでも独自にやらなきゃって一生懸命やってきてるのに、UPZ の防災計画とそれから再稼働問題も関係出すと言って、それで私は火がついて3月16日ですぐに原子力保安院に説明に来てください。保安院が説明に行くなんてことは立地自治体以外ありませんって立地自治体がありませんって言って、私たちは被害地元です。いや、実は被害地元という概念を去年の3月4月ぐらいからずっと温めてきたんです。それは後からまたお示ししますけれども、被害地元ですと、被害地元ということをきっちりとこう皆さんに知ってもらうためのシミュレーションをやるんですけれども、本当にここまで分かってないんだということで、そして保安院説明に来ていただくことにしました。ただ滋賀だけだと、実は大井は京都の方が近いんです。京都の舞鶴に、30キロ圏内に6万8千人の住まいなんです。ですからもうこれ山田知事と連携取らなきゃいけないというので、大体うちも担当同士でもやってるんですけど、これ広域連合のいいところですわ。知事がみんな電話でホットライン持ってますから、場合によっては毎日のように橋本さん山田さんと電話しながらですね、それであれどうするこれどうするって、じゃあこうこういうふうに指示しようと言って、多分これも今まであまりなかったことだろうと思います。それで山田知事と、まあ、ともかく午前中29日京都に行って説明してもらって、そしたらそっちの方を大きく取り上げるから私は後ろに隠れられると思ってですね、それで午前中京都に行ってもらって、で午後来ていただいたんですけど、この説明が分からなかったんですよね。ストレステスト一次評価、それから二次評価と、一次評価だけあったらいい、でもまだ雨さんは一次評価だけじゃダメだって言ってるでしょうっていうことで分からなくて、
ただその間4月からずっとこの三角領土が入ってきます。でその時に私はもう大井見学させてくださいとお願いをして、4月12日に大井の見学に行かせていただきました。そこで、例えば免震事務棟は3年後でいいとか、それから津波の防護壁も3年後でいいとか、必要なものだったらそれをやってからにしてください、必要がないんだったら計画に入れなかったらいいじゃないですか。計画に入れておいて、それでまだできてませんけれども、その監視をするだけで安全ですって言ったら、それ小学生でも納得しないですよねってはっきり申し上げました。それからもう一つ不安だったのは、実は安全防災対策を取る方としては、情報をどう出てくるか、スピーディーのデータ、そしてどうやって万一の時のその連絡体制ができているのか、オフサイトセンター大井の見に行ったんです。実は昨年の4月から私は滋賀県として国にスピーディーデータをずっと提供を求めてるんですけど、未だに提供していただいてません。なんでなんでしょうね。京都には提供来たんですけどね。まあ理由もわからないくらい提供ないんです。それでだからうちは独自にシミュレーションをやったんですけれども、それでその大井のオフサイトセンターでスピーディーが動いてないんです。あんなにスピーディーにうるさい知事が行くって予告してたのに動かない。予告してて動かないの、いざ事故の時動きますか。これはね、これは現場があまりにというようなこともございまして、そして悶々としていたんですけど、で13日にはもう決めて、14日には枝野大臣が西川知事のところに行かれましたよね。それでこれはやっぱり県民なり府民の思いをというので、山田知事と2人で夜鍋をしながら、パソコンと電話でやりながら7項目をまとめたんですけれども、そんな形で次お願いします。エネルギー政策も一方で、これ関西広域連合として、ずっとまず昨年はですね、4月以降きっとエネルギー不足するということで、節電計画を広域連合で始めたんです。4月5月と。で関西電力さんにデータ出してくれと言ってもなかなか出なくて、そして赤に書いてます。突然6月10日に関電さん独自に 15% 削減って言ってきはったんです。えって、あんなにこっちがデータ出してくれっていうのになんで突然発表するの。でその時に私たち関電さんに問い合わせしたら、エネルギー政策は国策だからあんたら自治体関係ないって言われて、それで火がついて起こったのが橋本知事です、当時の。まあ今上田さんご苦労いただいてますけれども、本当に残念ながらデータ共有して一緒にどうにかしようというそういう姿勢が関電さんにない、無理ないですよね。70年間地域独占でやってきたので、消費者とか需要側の気持ちに寄り添うっていうことはないんです。残念ながら霞が関だけ見てたらいいんです。それがもうどの電力会社もそうだと思うんですけれども、それでですから昨年は関電さんとどうやって本当にこの南極を通り抜けるか、過ぎてしまうと夏過ぎたねって言うんですけど、去年でも脅かされたんですよ。病院が止まったらどうするんだ、電車が止まったらどうするんだ。ですから7月1日から毎日毎日私は電気予報というのを、天気予報に変わって電気予報というのを提案してやってもらう、毎日電気予報を見てですね、知事としても責任がありますから、今日は 90% や 94% や、結局結果的には 95% を超えたのは5日間の一瞬だけでした。まあありがたかったんですけど、それで冬もまたということで、そして夏はピークが1時から4時ぐらいだけど、冬はもっと厳しいんだ、朝からダラダラピークだと言われて、このダラダラピークどうやったらいいんでしょうなんていうようなことで、もそれなりの知恵を絞りながらですね、自治体としても例えば滋賀県などは真夏のピークカットのために
これ後ろ向きの節電ではなかなか県民の皆さんの支持が得られないので、何か得する節電をしてもらおう。で、真夏のピークの一番のポイントは家の中のクーラーなんです。真夏のピーク時の半分はクーラーなんです。だから、まあ、家の中でどうしてもいなきゃいけない人はクーラー使わなきゃいけないけど、例えば各部屋別にいっぱいクーラーつけるんだったら、家族で一部屋に集まるとか、あるいは家族で放っておいてもクーラーつけなきゃいけないところに行ってくださいと言って美術館、博物館無料にしたんです。で、これは私は博物館を運営して作ってきた立場ですから、実はお客がいなくて困っていたところなので助かるんです。もう美術館なんか前代未聞の結果的にはお客が増えて、確かに年間ちょっと、1000万か2000万くらいですね、そうじゃなければ入る収入が、入館料がなくなるんですけど、でも初めて来たという人が半分くらいなんです。つまり15年も20年もやってる美術館って初めて来た、無料にするってこんなに効果があるんだまあだから一石二鳥 で今年もそれやろうかなと思って皆さんに呼びかけた。大阪府も無料にするらしいですからということで楽しみながらですね、ここはお互いに電気も節約して、そして家族が勉強して、なんとなく豊かになったなっていう気分になってもらうというようなことでやってまいりました。次お願いします。広域連合の中ではここで申し上げたいのは、ですからエネルギーもみんな一緒に汗かけるところ汗かいて、そして一方的にないものねだりではない、やっぱり我慢できるところは我慢しようということを訴えてまいりました。次どんどんお願いします。まあ、そういうところで、はい、ここもそうですね。で、卒原発というのは先ほど申し上げましたように、やっぱりだんだんに減らすということを、社会で、認めて、そしてゆくゆくはゼロにしたいというまでもなく、もう日本は地震頻発時代、そして地震多発時代、この中で長く年数が伸びれば伸びるほどリスクは高まるわけですよね。ですからできるだけ早くリスクをフリーにしたいというところで、自然再生エネルギーなどこれ県としても力を入れようとしています。次お願いします。という中でこのあと、じゃあどういうふうに地域防災計画見直しをしてきたのかということを、ざっとポイントだけまとめさせていただいておりますけれども、まず万一の事故の時放射線の拡散を予測してどう広がるのかということを見える化する必要があります。で、そのために実はスピーディーデータを求めたんですけれども、結果的には未だに提供していただいてないので、滋賀県独自のシミュレーションを県の研究所で行いました。環境科学研究センターというところが蓄積があったので、そこ のモデルを使ってですね、ただこれをやりながらある意味で行政官僚機構のリスク公表への及び腰体質というのが大変大きく見えてきました。スピーディーデータを国が公表しなかったということ、このデータ出したら人心を混乱に陥るというのがありましたけど、滋賀県内の例えば市長さんたちでも、やっぱり出したら、みんなが不安に陥るんじゃないのかっていうようなことで、シミュレーションをする以上に公表のプロセスにエネルギーを使いました。一箇所ずつ説得をして説得をして、市民であると同時に県民だから、もう知事として責任を持たせてくれ、出させてくれということで、結局何ヶ月もかかりました。で、逆に周辺のところは、あ、次どんどんお願いします。まあ、この次に図が出てきますけれども、はい、この次ですね、もう一つ後かしら、これ条件です。もうこの辺は後で興味のある方読んでいただいたらこれです。福島並みの
放射性の廃棄物が出た時に、2010年のアメナスデータを使ってそして、滋賀に影響のある日を1年のうち美浜の場合には60ケース大井の場合には36ケースという形でケースを選びそして最も拡大したところを取ってるですから、まあ、リスク管理というのは最悪の事態ということなのでこれが今のところの最悪の事態と思ってます。それで見ていただきますと100ミリこれは放射性の要素です。100ミリから500ミリのところは屋内退避を言われているところなんですけれども黄色いところです。それから緑のところが要素剤を服用という50ミリ以下ですけどかなりもう滋賀県内全体に広がるということを見ていただけると思います。京都府や福井のところはそれぞれの府県で出すということでここは行政会として切れているだけです。大気はつながっているので本当はこうそれで大阪府は出してくれていいというのでまた大阪のところだけ出てたりしてもうそれぞれに、いろいろな立場がありますので次お願いします。で滋賀県で予想される影響としてはやはり直接人体に影響を及ぼす恐れはないと言われているんですけれどもただ要素剤なりですね服用の範囲には入るだろうと。それから次のページお願いします。これも避難計画作りいいです。こんな風にしてモニタリングの準備をしたり次お願いします。それからこれもモニタリングの配置案です。それからリスクコミュニケーションというのを防災計画の中にきちんと入れております。特に放射線の場合には目に見えない匂いがないというところからやはり情報をどう確実にお知らせするかというところでリスクコミュニケーション次お願いします。琵琶湖の場合に大変気にするのは水質生態系への影響でございます。特に水質に対しては物理的にフィルター可能かどうか実は3月の後東京で一部セシウム出ましたよね。あれ金町浄水場あたりから入ったはずなんですけれども 2,3 日で濃度だったら収まりましたけれども琵琶湖のような場合に本当にどうなのかっていうとこれは取水場がたくさんありますし拡散しますから果たしてフィルターできるかどうかでそれ以上にやっぱりちょっとでもセシウムが入ったとなるともう気持ちとして水を使えなくなりますよね。そういう社会的な影響の問題それから生態系への影響これはですね残念ながらチェルノブイリのデータなんかも見てるんですけどまだ生物濃縮のプロセスに対してセシウムや要素がどうなのかっていうのは人類としての知見がきちんとありません。ですから水から植物プランクトン動物プランクトン大体これ一つ上がるごとに一桁ずつ濃度が高くなりますから最終肉食系の魚類や鳥類どういう影響が起きるのか分かりません。今福島の河川湖沼かなりすでにアユやワカサギに出ておりますしそれから下流に集まるんですよねというようなことが今分かり始めてます。次お願いします。図で見るとこんな感じですけれどもそれで実はこの生態系の水質の影響というのは今年本格的に琵琶湖としてもシミュレーションをやるつもりですが本当にまだまだ分からないことがたくさんあるというだからこそ最悪の事態を想定して、リスク回避をしたいというのが私の思いでございます。次お願いします。そして京都滋賀でまとめた国民理解のための7提言です。次お願いいたします。こんな風にしてですね先ほど言いましたこれ先ほど見ていただいたものですけれども4月17日に山田知事と2人で16日の晩方も全国知事会の会長でお忙しいんですよね私が7項目まとめたんですけどこれは文学作品だじゃあ山田さん直してくださいよと言ってそして実務派官僚的に大変分かりやすく答えを出しやすいように書いてくださいました。私がこうこうこうすべしって言うと山田さんが
こうこうこういう可能性もあるし、これでどうかって書いて、で、あの7項目はすぐに答えが出るはずなのにって山田さんとっても親切に書いてくださったんですけど、でも答え出てきてないんです、まあ、そこはもったいなんですけれども、それでですね、まず中立性の確立というところで、やはりもうこれすでに皆さんご指摘ですけれども、政治的な見解ではないということですね。原子力安全委員会がやっぱり最終責任を持っていただきたい、専門的な判断、それから安全対策づくりのところで地元自治体と住民参加の仕組みを作っていただきたい。実はその信頼性というのはデータ以上に社会関係の上に乗っているんです。ですからそれを一緒に議論をする中で、この辺が落としどころかっていうところが必要なので、普段からやっぱり自治体と一緒に安全担保ということを動いていただきたいと。それから透明性の確保、特に次お願いします、電力についてはもう電力会社は需要が大きく供給が小さく、差をいかに大きく見せるかっていうこと、去年もずっとそうだったんです、今年もそうなんです。これでまた上田さん頑張って需給検証委員会やっていただいてますけれども、需給検証委員会のようなものを作ってください。でもこれは早かったですね。17日に提案出したら18日にすでに動き出しておりました。それから3はこの安全性の問題です。免震義務等なり防潮堤など恒久的な対策ができていない、応急措置だけでいいのかということです。それから緊急性、これもなぜ今緊急に、そして中長期的な見通しというところでは、脱原発依存と言いながら工程表が示されてない。それから核燃料サイクルの見通し、これはなかなかすぐに出てこないと思うんですけれども、やっぱりみんな国民が心配なのは先が見えないからだと。次お願いします。そして事故の場合の対応の確立、さっき申し上げましたオフサイトセンターなど本当に準備できて備えができてない、ここを目の前で見てきたもんですからちゃんとしてほしいと。それから7番目にはやっぱり福島の事故被害者への寄り添う気持ちというのがなさすぎるんじゃないでしょうかと。それから福井もある意味で、私は先ほど来ありますけれども、その原子力発電所を最大の産業にし、それ以外の雇用経済の仕組みを作ってこなかった、もちろん地域の判断というのもあったんでしょうけど、そういうふうに持ってきた体制はどうなんですかということで、やっぱり福井に対してきちんと産業振興なり支援もしていただけたらということで、7項目述べさせていただきました。次お願いします。そんな中で今まで県は滋賀県としては専門委員会、判断する委員会なかったんですけど、ここで5月から専門委員会を作らせていただいて、ちょっと防災計画の方は昨年から作ってたんですけれども、この今回の多いのは突然出てきた安全評価なので、こういう方に入っていただいてます。他の委員会と違うのは、私の場合に特に地震の方と、それからリスクコミュニケーションの方に入っていただいて、滋賀県の場合ですね、やはり幅広の影響を考えたいということで、石橋先生などは随分と若狭の地震のことを、懸念をしておられます。次お願いします。もうこの後はですね、ちょっと時間もないので、エネルギー政策、今までエネルギー政策はまさに国におんぶに抱っこだったんですけど、独自に進めてますということを、ざっと関西広域連合としてもですね、この夏の新しい挑戦、これもやっぱり上田さんのところで今頑張ってもらってますよね、大阪府市連携のところでピークカット対策と需要を削減して供給をどう増やすか。で、関西と関東の違いは、私は関西ある意味でですね、お金のインセンティブ入れないと動かないんじゃないのかと思ってまして、ですからピークカットしたら得するよ、で逆にピークに使ったら損するよっ
ていうのをはっきり見せた方がいいと思うんです。どう思いますか、上田さん。その通りだと思います。ということですので、ここはですね、もう関連さんにここ1、2週間でやってもらわないといけないんですよね。効果がないので、それでぜひピークカット対策を差額料金制度であるとかいうような形でやっていただきたいと思っております。次お願いします。まあ、この後ずっと、滋賀県としても地域再生エネルギー、自然再生エネルギーをいろいろやってますということで、次お願いいたします。特にですね、町丸ごと村丸ごと地産地消エネルギーと、私は近いエネルギーと言ってますけれども、これはもうある程度行政が横つなぎで、もうそれぞれ の, 横つなぎで自治体じゃなきゃできない仕組みだろうと思っております。縦割りだとどっかに出口入り口が塞がってしまうんですよね。ですからまさに町づくりの観点からと思っております。次お願いします。そしてこれも社会経済効果なんですけど、次のページでしょうか。次のページお願いします。今滋賀県、電気代にだいたい2000億円払ってるんです。滋賀県内 の, まあ、県民生産が5兆円くらいなんですね。と5兆円の2000億だと 4% ぐらい、まあ言うたら関連さんにお支払いしてるんですけど、少しでも定着させたら地域でお金が回るでしょうということで、この辺をですね、やっぱり地元企業にお金が回る仕組みも作っていきたいということです。次お願いします。そして合わせて関西は送電蓄電の企業がこれだけ集中しているんです。例えば太陽電池ですと日本全体の生産の7割が関西です。リチウムイオン電池だと8割が関西です。ですからこの辺りもですね、産業、特に未来型産業の投資としても力を入れていきたいと思ってます。次お願いします。ここの辺りどうぞ、技術的なところでやっておりますが、次の、はい、これもこんな風に県として、エネルギー振興室というのを作りまして、今までなかったんです、そういう部屋が、人を当てて進めているということです。最後、寺田虎彦の文明が進めば進むほど天然の防衛ですね、防衛による災害がその激烈のドーマス、これ大正の関東大震災直後です。それからこれは天台薬師の池琵琶湖ということで、1200年前の伝教大師の教えのこの天台薬師の池は汚してはいけないということで、次の時代につないでいかなければと思っております。少し長くなりましたけど、私の方の話を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。どうも岡田さん、ありがとうございました。この会場8時撤収でございますので、7、8分ぐらい質問を受け付けたいと思いますが、もう最後だと思いますから、質問のある方全員手を挙げてください。おお、4人、じゃあその4人で、それじゃあ橋本さんからいきましょうか。はい、どうも、知事、ありがとうございます。私は隣の岐阜県のね、政能で国会議員やってます、衆議院の橋本がいます。3つぐらい質問させていただきます。1つはですね、そうですね、要するに僕の地域も大井原発から大体55キロっていう由利川町があるんですけど、この近隣住民の例えば承認というようなことを、求められた場合、橋本市長さんは100キロ圏内とかなんか言ってましたけど、福井県というのは立地県ですから、それだけじゃないという意味ではですね、どれぐらいの距離のところまでは地域住民として承認を求めたらいいのかという、見解をまずお伺いしたいなと思います。それからあまりマスコミに言われてないのは、この今の琵琶湖のですね、水1450万人のもう命の水源というようなことが言われております。これ非常に今回の滋賀県の特色だと思いますが、対策、もしこれが放射能汚染された場合に
なんか対策っていうのは当然考えられていらっしゃるのかっていうことと、それから3番目はね、ちょっと広域関西広域連合っていう話、で、あの橋本市長とのちょっと違いですが、橋本市長はあの、まあ、瓦礫の広域処理っていうものを、まあ、ある意味でちょっと一時認めるというような発言されていたこともあると思います。まあ、この瓦礫の広域処理については、滋賀県知事としてはどう思われますかということで、ちょっと3点お聞きしたいなと思います。他の方もおられるので、あのそれぞれにすごく背景が必要な質問だと思うんですけれども、ちょっとしたたらずな誤解があるといけないんですが、できるだけ短く答えさせていただきたいと思います。まず、あの近隣住民の承認というようなことですけど、実はあの地元同意というのは法律にも何もないんですね。紳士協定、まあ、紳士淑女協定です。地元 の福井県であっても。ですから、そういう意味で法律問題ではない。どちらかというと私たちは社会的理解という言葉を使っているんですけれども、まあその地元の、私被害地元と言ってますけど、滋賀県民が納得をするのかとか京都府民が納得をするのかと、岐阜もそうですね、岐阜県民が納得をするのかという、そういうよりダイナミックな社会的な判断だろうと思います。何キロというように機械的に切れるものではないだろうと思っております。今実は福井の西川知事は、4月14日枝野大臣が行かれた時に消費地の理解が欲しいと、つまり消費地というのはそれこそ滋賀や京都や大阪ということを、西川知事がボールを投げられたので逆に国は京都大阪滋賀に気を使うようになったということですよね。ですからあの一義的に決まらない、とってもダイナミックに決まってくる話だろうと思います。この間も古田知事とお話をして、古田知事もそこを気にしてらっしゃいますね、岐阜の方では。琵琶湖の水、毎日放射性物質が降ってきた時に対策、お手上げです。だって蓋しようがないですもん、650平方キロメートル。しかも琵琶湖だけじゃないんです。周辺の400箇所あるんです。小さな溝まで入れると。ですから全部琵琶湖に集まってくる。しかも下流に来るほど濃度が高くなる。ということで、これは対策を立てられるようなものではない。かろうじていけるとしたら水道のところでさっき言ったフィルターをかけるくらいですけども、琵琶湖に入った途端、私は関西の人は琵琶湖の水を信頼してくださらないということが大変怖いです。それから3点目の、広域連合で瓦礫受け入れですけど、これはあのフェニックスというのが、まあ、大阪湾のところにあって、フェニックスの陸地側のところで2000ベクレルパーキログラムのところまでは入れようかということを広域連合で一応合意をしております。これ橋本市長がというよりは広域連合で、ただその前に焼却処理をするようなそれぞれの地元市町の施設を持っているところの了解を取ってくださいということで、ここがなかなか進んでない部分ですね。ということでよろしいでしょうか。それじゃあ時間がありませんので、3人質問を聞いてまとめて答えていただきたいと思います。はい、マイクお願いします。はい、加賀さんと共にですね、卒原発を宣言をしております山形県からありました。吉村知事が卒原発宣言しておりますが、山形県からありました山形県議会議員の草山と申します。本当に今日も本当に貴重なお話聞かせていただいてありがとうございます。まあ、加田さんの滋賀県というのはまさにこのエネルギーシフトという、まあ、原発の問題もそうですし、あとはそのダムの問題もあのまさに裏と戦っておられる、その、筆頭だと思います。まさに3月11日をまさにこの持続可能な社会に転換するターニングポイントにしなきゃいけないっていう思いを持ちながら政治をやってるつもりなんですが、なかなかこの村構造が
強いですよね。まさにこの村と村を打破して次の社会を築けるかどうかっていうのがまさに政治の今要のところだと思います。で、まあ、端的にお伺いしたいんですが、この村と戦っていけるその秘訣村と戦っていく、まあ、ずっと それをやり続けてると思うんですが、やり続けれる秘訣みたいなものがあったらぜひご紹介。じゃあ次質問だけ先に聞きます。後ろへお願いします。クリーンの横田はじめですけども、この夏の電力需給なんですが、お金のインセンティブなどを入れれば、再稼働なしでも乗り切れるとお考えになっているかどうかということと、病院が電気が止まって病院がどうなるかというお通しみたいなのを受けたということなんですが、最近もその関連あるいは経産省の官僚から、再稼働しないと電力不足になりますよというようなご説明というか、そういう訪問などを受けたことがあるのかどうかお聞きしたいんですが。はい、それじゃあ最後与田さんお願いします。共同通信電信やってます飯田と申しますが、確か滋賀県は2030年に 50% という野心的な削減目標も CO2 の削減目標を持っていらっしゃると思うんですけども、関電多分本当は原発やった方がやらない方が CO2 減るっていうのは分かってるんですけど、やっぱり見かけ上減反に悪くなって結構厳しくなるかなと思うんですが、そこら辺どう考えてらっしゃるのか。むしろ温暖県でこれからエネルギー政策取り込まれるならですね、エネルギー政策と温暖化対策をこううまくカップリングさせていくことができるかと思うんですけど、もしそこら辺お考えがあったら、国のやってないことなので伺えればと思います。はい、3つのご質問ありがとうございます。まず私は30年というか特に知事になってから河川村と戦い、ダムいらないとやってきたのですから、原子力村、村構造一緒です。どういうふうに一緒かっていうと、賢いんです、霞が関の役人さんが。それで法律も作り、予算も入れて、そして必要性を自分たちで作り出すという意味でもう完結してます。論理はその完結している論理に対して政治家が別論理ないかあるかを言うのが政治主導ですよ。ですからヤンバだったらば、もう利水治水ほとんど意味がないのになんでやるの、そしたら地域振興だけ残したらいいんですよ。例えば滋賀県はそうやって地域振興だけ残し本体工事はダムやめましたという論理を作るのが政治家なんです。ぜひ民主党の皆さん、与党ですから お願いします。ちょっと手遅れかもしれませんが私は散々このことをお伝えしてきたんですが、やっぱ動き出し金が始めましたね。あれはね、本当にね、本体工事やめて地域振興だけ残したらいいんです。そしたら国民は納得するんですというようなことで、その村との戦い方は最近本を出しました。知事は何ができるのか、ぜひその本を見ていただいて、今日お越し の加藤時子さんに帯を推薦をしていただいておりますので、ただ原子力村の方が大きいと思いますね。つまり経済界全体利害の構造は大きいと思いますけれども、仕組みは共通ではないでしょうか。2点目は電力不足で脅しが、もう毎回脅しですよこの間の関西広域連合の4月26日の会議でも、490万キロワット不足する、で あの時は 19% 不足で、需要はこういうふうに大きいです、供給はこんな小さいです、で需要大きく供給小さくの話ばっかりして、これどうやって両方合わせる戦略を作るんですかっていうと、全然できないできないばっかり言うので、ダダッコみたいですねってついつい言ってしまったんですけど責任ある母体だったらどうにかこれを汗かいて、そして皆さん協力してくださいって言ったらいいのに言えないんですよね。ただ少しずつ変わってるでしょうか。どうでしょう、上田さん、神田さん。そこは少しずつ議論になってまして、おっしゃった通りで、本来安定供給責任ですから、そのギャップを埋める計画を出さないというのが本来だと思います。はい、その本来を逃げてるんです。でそれは多分
今まで経産省とかみんなあっちだけ見てそこだけの説明論理作ってきたから、一般の庶民なり一般の行政に説明せずに済んできたんです。だから気の毒なくらいに単一論理で攻めてくるんですよね。でここはですね、やっぱりもっと関電さんにも、電力会社ほとんどそうだと思いますけど、もっともっと国民市民の顔を見て、そしてエネルギーを供給する責任と同時に安全性を担保する責任っていうのを国民に対して果たしてもらう、経産省に対してではなくということをやっぱり言い続けることが必要ではないでしょうか。2030年、そうなんです、 CO2 半減を滋賀県は言っております。で、私は今捨てておりません。確かに電力減単位には原子力の減単位が入っているので、かなり CO2 はそこで、削減できてたんですけれども、ここは思い切って2つの道、1つは絶対的なエネルギー削減、省エネですよね。それでも CO2 削減につながります。それからもう一つはやっぱり脱ウラン、脱化石で自然再生エネルギーをここで一気にジャンプしたいというので、逆に今回のこういう問題があるから2030年 CO2 半減は近づいたんじゃないのかなと、社会意識としては皆さんあかんって言いますよ。もう議会でもお前2030年下ろせって言われてるんですけど、私は下ろしません、今こそチャンスですと言っているんですけど、やっぱり今まで例えばエネルギー政策でも科学技術庁のエネルギーの支出って9割が原子力だったんですよ。自然再生エネルギーにほんと研究費も入れず技術開発もしてないんですから、今からがまさにエネシフのチャンスじゃないかと思っております。はい、どうもありがとうございました。それでは今日の NSF ジャパンはこれで、終わります。次回は、5月15日、金子雅さんですね、またよろしくお願いいたします。8時まで撤収ですので申し訳ないんですが。